じゃあそろそろお時間でしょうかね。でしょうかね。はい。それでは、皆様お集まりいただきましてありがとうございます。今日はですね、400名を超える、お申し込みをいただいている本イベントでございます。はい、それでは地方自治体 DX 実践者の集い、職員間連携で進める自治体 DX を目指して、はい、いよいよこれから始めてまいりたいと思います。本日総合司会を務めます、コードフォージャパンの、野田直子、本日は直ちゃんでいきたいと思いますけども、野田直子と申します。あと、もう一名、はい、はい、北海道森町役場総務課の、山形拓也と申します。本日はタックンで通していきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、この2名で総合司会を進めますけども、簡単な自己紹介だけさせていただきます。私はですね、民間企業を経まして、2年前にコードフォージャパンにジョインいたしました。この2年は広島県福山市、からコードフォーの方に委託を受ける形で DX 推進を支援してまいりました。本日はよろしくお願いいたします。はい、じゃあタックもお願いします。はい、私はですね、北海道森町役場というですね、函館に近い、町でですね、自治体職員をやっておりまして、主に情報担当をやっています。現在は内閣官房の、オープンデータ伝道士だとか、総務省の地域情報化アドバイザーもですね、配備を受けまして、地域に関するさまざまな情報関連のお仕事をさせていただいております。今年からはですね、コードフォージャパンの、研究員としてもですね、所属させていただいておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では最初にですね、コードフォージャパン代表の関より、簡単にご挨拶を申し上げたいと思います。関さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、コードフォージャパンの関です。なんかちょっと硬い感じで始まりましたけれども、リラックスしていければいいなと思っておりますけれども、今日 YouTube も入れて400名以上の参加登録があるということで、本当にたくさんの人に集まっていただきありがとうございます。もう本当コロナ禍でですね、すごいこう自治体間の連携って本当大事だなというふうにますます感じておりますけれども、今日は地方自治体の DX 実践者、実際にいろいろやってる人の集まりということで、私自身も皆さんの発表とかですね、アウトプットに聞くのを大変楽しみにしております。ぜひ今日きっかけにつながっていただければと思っております。楽しんでいければと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、コードフォージャパンの、長川さんより本日の趣旨ですとかスケジュールの説明などお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、コードフォージャパンの砂川と申します。それでは、私の方からですね、本日のイベントの趣旨説明をさせていただきます。はい、今からお話しすることはまず3つです。はい、まず、そもそもコードフォージャパンとはどういう団体なのか、そしてその後にですね、本イベントの趣旨を説明させていただきます。そして最後にですね、本日の流れを説明させていただきます。まず、コードフォージャパンという団体の概要についてです。こちらはですね、コードフォージャパンが毎年一度開催しているカンファレンスの写真です。でこちら2019年に撮影した写真なのですが、まあ、今となっては懐かしいぐらいちょっと密な違和感がある感じですね。はい。でですね、先ほどの写真にですね、ちらっと書かれておりましたが、まず我々のビジョンとミッションを紹介してください。我々のビジョンはですね、共に考え、共に作る社会というものでして、まあ、そのビジョンを実現するために掲げているミッションがオープンにつながり、社会をアップデートするということです。詳細についてはここでは触れませんが、まあ、次のスライドでですね、もう少し行政に絡めた説明をさせていただきます。我々がですね、先ほどの共に考え、共に作るビジョンを実現するために取っているアプローチがですね、シビックテックと呼ばれるものです。端的に申し上げますとですね、まあ、今現在多くの町ではですね、町の課題問題に対してですね、市民は行政に対して解決をお願いして、まあ、行政は逆にそれに対して解決策を提供するっていう、まあ、主客が分離した、まあ、行政依存のモデルが一般的かなと思っております。それに対してですね、シビックアプローチと呼ばれるものはですね、行政と市民、具体的にはエンジニアやデザイナー、民間企業や NPO、学生などがですね、一丸となって社会課題の解決に向けて取り組むというモデルです。まあ、そのためのイベントを開催したり、まあ、研修を実施したり、対話の場を設けさせていただいております。シビックテックアプローチは、行政が機動的に動ききれない危機の時や災害の時に特に効果を発揮します。
詳細は省かせていただきますが、東京都の新型コロナウイルス感染症対策サイトやですね、民間支援情報の検索サイト、そして新型コロナに対するアイデアボックスの提供などを行いました。そしてですね、行政機関との共同という意味では省庁、都道府県、市区町村、幅広くお力添えさせていただいております。以上が我々の団体紹介で、次に本イベントの趣旨をご説明させていただきます。タイトルにあったとおりですね、今回のイベント、地方自治体の DX を、顔の見える職員同士が連携して進めていくための一つのきっかけになってほしいなと思って企画させていただきました。地方自治体の DX の現状についてですが、現在総務省ではですね、自治体 DX 推進計画を発表されて、本年度中にですね、その計画を実行するための推進手順書と呼ばれるものを発表される予定とお聞きしております。手順書に含まれる内容は今のところここにある7つの項目の、だそうです。このリストを見て、少し考えていただきたいんですが、やらなきゃいけないことめちゃくちゃ多いですよねという、これ、政令指定都市でもなかなか大変なのにですね、中核都市以下の自治体でやりましょうって言われても、結構辛いものがあるんじゃないかなというふうに思います。でですね、ここで少し、私の話をさせていただけたらなと思います。私はですね、民間企業の勤務を経て、2017年から2020年までですね、神戸市役所で働き方改革の任期付き専門官として、フルタイムで働いておりました。最初はですね、何をやってもあまりうまくいかずですね、本当に手探りでもがいていたんですけども、その時に支えになったのが同僚であるとか、町内の有志の集まり、あとですね、コードフォージャパンをきっかけに知り合った国内外の行政職員、そして民間企業主体のデザインコミュニティやクラウドコミュニティなど、まさに実践者の集まりだったかなというふうに思います。外部からですね、市役所に飛び込んでなかなかうまくいかなかった時にですね、愚痴を聞いてもらったりアドバイスをもらったり、一緒にムーブメントを起こそうとしたりですね、そもそもの発想をガラッと変えてもらえるフィードバックを何度もいただきまして、で右上にある私のお気に入りの言葉ですね、いつまでもどこまでも検証やってます作戦みたいな、こういうなかなか行政と違う発想のアイデアってなかなかいいなと思ってまして、当時の、自分みたいな、自分のような立場の方々が今も全国におられるのかなと思って、今回、行政民間を超えた実践者の集まりを企画させていただきました。またですね、実践者とつながり、そしてそのつながりを生かすためにはですね、職員が、個人としてオープンに発信するっていうことも、重要かなと思います。最近で言うとですね、ワクチン接種の路地周りで、情報共有が活発にされているとお聞きしております。こちらにあるスライドはですね、芦屋市役所の筒井さんという方が、投稿されたガブテックとか DX に関するブログなのですが、それが人づてにですね、東京都の宮坂副知事の目に留まって拡散されたという事例です。まず単純にですね、宮坂さんに、コメントもらえたら嬉しいですし、他にもこの右にある通りですね、オープンに発信するっていうことは受け手にとっても発信側にもメリットがある時代なのかなというふうに思います。今回のイベントをきっかけにして、実践地と呼ばれるものが拡散されて、自治体 DX 実践者の裾野がさらに広がることを願っております。で本の流れなのですが、ここにある通りでして、冒頭に総務省の合同様より基調講演をお話しいただきます。その後ですね、Code for Japan が提供させていただいた研修内容であるに参加された自治体のお話や、それとは別に、すでに着実に改革を進めている自治体の方々にお話をお伺いしまして、後半にですね、職員同士の意見交換として、チャットであるとか、Zoom のブレイクアウトセッションを使った意見交換を行います。でですね、本イベントの登壇資料、特に提供可能なものに関してはですね、ダウンロード、並びに参加者の交流と意見交換のためにですね、自治体アプリマーケット DSS デジタルサービススクエアというものを使いまして、そのコミュニティ機能である DX 知恵袋を利用したいと思います。まだご登録されてない自治体職員の方はですね、今すぐ会員登録をお願いいたします。でですね、他にもですね、Zoom で参加できなかった、YouTube ライブをご覧になっている方々に向けてですね、ぜひ登壇者に聞いてみたいことがあるという場合はですね、ここにあるスライドというサービスを使いまして、QR コードでですね、スマホで QR コードを読み込んでいただいて、ハッシュタグ GovDX 入力していただくと、検索、質問フォームが開きますので、質問のフォーマットとしては、〇〇さんに質問です、にょろにょろみたいな形でお願いできたらなと思います。時間内に回答できない場合もですね、なるべくですね、何らかの形で後日回答できるように、調整いたしますので、よろしくお願いします。でですね、今回のイベントを気持ちよくご参加いただくために、ここにある5つの行動規範を守っていただけると幸いです。
敬意を払いましょう、価値を認めましょう、意見を聞きましょう、対話しましょう、そして最後に言動には責任が伴いますというこの5つです。でですね、先ほどの行動規範に加えての注意事項としましては、今回のイベントは自治体 DX 実践者の集いということで、自治体営業の場ではありませんので、そういった行動はお控えください。特に後半の意見交換の際にですね、この言動が認められる場合ですね、主催者として、しかるべき措置を取らせていただきますので、ご理解いただけると幸いです。はい、それではですね、私からの説明は以上です。はい、長丁場になりますが、どうぞお楽しみください。よろしくお願いします。はい、ございます。それでは続きまして、基調講演に移りたいと思います。本日は自治体 DX の推進及び手順書の検討状況についてといたしまして、総務省地域力創造グループ地域情報化企画室長の郷土様よりお話しいただきます。事前に録画を収録しておりますので、から配信させていただきます。郷土様、どうもありがとうございました。外部人材等につきましてはですね、もうちょっと詳しく聞いたり議論していきたいなというふうに思いました。それではですね、Code for Japan が実践している DX アカデミーを受講した自治体による事例紹介に入っていきたいと思います。事例セッションにつきましては砂川さんにバトンを渡していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは今からですね、東京都庁さん、大阪府豊中市さん、兵庫県豊岡市さんからですね、職員の方をお招きして、事例を紹介いただきます。10分ほどお話しいただいた後に、少し私の方から質問をさせていただこうと思います。まずですね、初めにですね、東京都の星野様をお招きして、昨年度実施されたデジタルシフト推進リーダー養成研修についてお話を伺いたいと思います。それでは星野様、よろしくお願いします。東京都デジタルサービス局の星野と申します。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、都庁デジタルシフト推進リーダー養成研修という都庁で、昨年度から開始をした研修について、少しお時間いただいてですね、ご説明をさせていただければと思います。それではまず最初にですね、この研修の説明に入る前に、なぜこういった研修を私たちの方で始めたのかといったところについて少しご説明をさせていられないかなというふうに思っております。東京都において ICT に関する研修、これまでも長年やってきたものはございました。ただですね、そういったものについてはですね、この資料の予言の通りにございます通り、例えば情報セキュリティに関するもの、当然だからこれはすごく大事なものではあるんですけれども、そういったものが主体であったり、あるいは重点のシステムの利用に関する研修が主体であったのかなというふうなところがあったりとかですね、あるいはそれらの研修については、座学形式で、実施をしておったり、あるいは、知識積み込み型の研修が中心であったりというふうに、実施内容、手法が限定的だったところは、そういった嫌いがあったのではないかということを、私たちの反省点というふうにちょっと感じているところにございました。そういった状況の中ですね、直撃したのが、皆さんも同様だと思いますけれども、このコロナの、影響というふうなところでございまして、行政の DX の遅れというものが浮き彫りになった、これは東京都庁においても、大きく捉えているところでございます。都政の DX 推進を担うのは職員でございまして、その職員をさらなる育成強化が急務だというふうに考えて、ですね、こういった研修を拡充していこうというふうに考えて取り組んでいたものでございます。育成強化の視点ということでですね、私たちの方で少し考えたのが、このピラミッドにございます通り、マインドセット、スキルセットというふうなものでございまして、まず最初にこの一番下にございます通り、 DX を推進していくんだという考え方を職員の中に醸成していくことが一番大事だというふうに考えました。そのマインドがあった上で、その知識を付与してですね、スキルセットを身につけることによって実際にそのスキルを使い始める。マインドがない状態でスキルだけを付与したとしても、なかなかそれを使おうというふうにはなかなかならないのではないかということで、その両端をですね、整えた上でこそ一番上段にあるような職員の行動変容につながっていくのではないかなというふうに考えました。それから3点目として、職員に応じた育成メニューですね。都庁においても様々な職層の職員、あるいは様々な職種の職員がおりますけれども、そういった職員に応じた育成メニューというものを多様に整備していきたいというふうに考えておりました。次にお示ししておりますのはですね、この DX 推進に係る新たな研修体系ということで、今申し上げました、いろんなさまざまな研修を新たに実施し始めましたというふうなことを一覧にお示ししているものでございます。ある2年度、昨年度から実施しているものもあれば、今年度から新たに実施するというふうなものもございますけれども、例えばですね、管理職向けの研修を新たに新設したりですとか、あるいは新任職員向けの科目 ICT というものを実施したりとかですね、あるいは都庁デジタルセミナーと
ということで、実はコードフォーの関様にもご登壇いただいたこともございますけれども、職員向けに、外部の有識者の方々にお越しをいただいてですね、お話をみんなに聞くというふうな、そういったセミナーも、断続的に実施しております。また今年度からの新たな取り組みとしてはですね、オンラインの学習ツール、自分たちで自前の研修を作るというだけではなくて、昨今ですとこういったオンライン上の学習のコンテンツというものも非常に充実しておりますので、そういったものを受講する環境というものを職員に向けて整えたりというようなことも実施しておりました。で本日個別にご説明するのはこの赤枠で囲っております右側の都庁デジタルシフト推進リーダー養成研修というものでございます。これがどういったものかということでございますけれども、Code for Japan 様のお力添えをいただいてですね、実施をしておるというものでございまして、目的としては職員のデジタルを活用した課題解決能力の向上を図っていくんだと、そのために始めようということで実施をいたしております。対象職員としてはですね、薬局の事業推進の中核を担う監督職、主任級職の職員30名程度ということで、雑白に言いますと、都庁にもさまざまな局がございますけれども、そういった部局の、企画を担っているような、そういった職員たちをですね、対象に、各局から1名ずつ集めて、30名程度が参加すると、そういうふうな形の研修でございます。内容でございますけれども、1点目として、まず そうは言っても、急にこう研修を始めるといってもなかなかあれでございますので、スタートをまず測る上で、デジタル化の動向であるとか、行政のデジタル施策、デザイン思考とか、アジャイルとか、そういったキーワードをですね、そういったの知識付与、マインドセットに関する講義を実施をしていただいた上で、グループごとにテーマを選定をして、デジタルの視点でどういった事業の見直しができるのかといったことを検討して、成果発表、事業提案を行うと、そういった一連の流れで1年間として実施をしてまいりました。下段の方に詳細がございますけれども、先ほど申し上げた通り、一番最初のところで、Code for Japan 様からのご講義をいただいたりとか、あるいは先ほども名前ちょっと登場しておりましたが、東京都の宮坂副知事からですね、ご講義をいただくというような形で最初のキックオフを行いまして、その後、計3回ほどでございましたが、グループワークを実施をいたしました。このグループワークというのもですね、ただ単にグループワーク、各職員が実施をしていくというだけではなくて、この赤字にございます通り、中間発表の機会を設けてですね、各グループが検討しているテーマごとに、それに関連する部署の職員、管理職の方にお越しをいただいてですね、中間発表させていただいて、若干厳しめのこうリフレクションをいただいてですね、こういった視点が足りないんじゃないか、こういったところが現実味がないんじゃないか、そういうふうなことを指摘をしていただいた上で、さらにグループワークを深めていくと、そういうふうなグループ活動を実施してまいりました。で、今年の2月でございましたけれども、宮坂副知事、あるいは外部講師の方に提案発表を実施させていただいて公表する。その成果につきましても、構造改革の担当部署、あるいは所管関連部署の方にですね、その表紙、ここら辺はささっと流してしまいますけれども、最後、2月の時に成果発表を実施した後に先ほど申し上げましたが、一般の方からはですね、補助金申請がこう楽にできる、ワンストップでできるようなプロジェクトを作ってみたらどうだというふうな提案があったりですとか、あるいは道路部局に勤める職員がメンバーとして加わっている、班からはですね、道路管理についてですね、メンテナンスがスムーズにいくような都民の方から運営お声掛けがあったときには、すぐに相談が分かるような形でですね、補修計画が効率化できるような、そういったシステムを作ってみたらどうだろうかですかね。そういった提案が、なされて、下の方に宮坂さん、市川さんというふうにお名前が載っておりますけれども、それぞれご好評いただいたときの一言が載っていたりしております。で、最後は、当然ながらリフレクションということで、その研修に参加して、コロナの影響ですと若干スタートが遅れたんですけれども、7月から、今年の2月まで、長丁場の研修を各メンバーに参加をしていただいたので、ですね、そのリフレクションということで、どういうふうに自分たちが考え方が変えられるようになったかといったことを、まとめていただいたというようなことがございました。で、今年度またですね、この研修については継続して実施していこうというふうに考えているところでございますけれども、少し話長くなってはしょってしまっておりますが、研修参加者からのアンケート、あるいは研修運営担当者からの意見ということで、少しまとめてみると、こんなふうなものがあったのかなというふうに思っています。左上にある通り、デジタルに関する考え方が身についた、これから職場で実践したいとかですね、前向きなものが非常にたくさんございました。ただですね、これはある意味前向きな意味だと思いますけども、2つ目として、民間企業の現場等で、この DX に取り組んでいるから、具体的な話を直接聞いてみたい、それを自分たちの仕事にどういうふうに生かせるのかということも考えてみたいというふうな意見もあったりしましたので、そこもこう取り込んでいきたいかなというふうなことも考えております。また、先ほど、全庁各局から1名ずつ職員来ていただいたと申し上げましたけれども、都庁もですね、多数の職員がいる中で、
他の局の職員と触れ合うとなかなかこう機会が実は、まあ、行政縦割れというふうによく言われますが、なかなかチャンスとしてなかったりする部分で、この DX について長丁場で他局の職員と一緒に話し合う、そういった機会としては非常に貴重だった、町内の人脈づくりにもつながったよというふうな声もあったりしました。また右上にある通り、副知事から直接講義を受ける、直接提案してセッションできるというふうな機会、これはモチベーションにつながったというのは、私たち運営者側からすると嬉しい声として受け止めたりしています。少しこう厳しめの意見としてはですね、この検討成果、事業提案というふうなところに都市から持っていったんですけれども、じゃあどういうふうに実践に、行政として実践に結びつけるんだ、ここは今後の課題ですよねというふうな意見であったりとか、あるいはグループワークずっと、まあ、教室の中でずっと実施しているようなところのことが多かったんですけれども、ともすると机上の空論になりがちだったんじゃないか、もっと現場に見に行ったりしたり、実地に即した検討ができた方が良かった、そういった前向きな意味でですね、もっとこういうふうにしておきたいというふうな意見もあったりしました。今年度の研修プログラム、基本線としては、昨年度実施したものをベースに考えてございますけれども、今ご紹介させていただいたような意見をですね、踏まえて、私としては、少しブラッシュアップをして進めていけないかなというふうに思っているところでございまして、見直しのポイントとしては、一番最初にございますので、研修生の方から検討課題を抽出する、あるいは、米印にあります通り、各部局の方からもですね、こういった検討テーマでじゃあ実施してもらえないか、検討してもらえないかというテーマを集めた上でですね、それをグループワークで検討して、所管部署の方に事業提案すると。先ほどどのように実践に持っていくかというのが課題というふうなことを申し上げたんですけれども、実際の所管部署の方からテーマが出てくればですね、そのテーマに対して検討がなされれば、それに対する受け止めというのもですね、自分たちから出したテーマなので、実践の方により結びつきやすくなるのではないかなと思いまして、そういったことも仕掛けとして盛り込んでいきたいというふうに思っています。また民間人材との連携という意味では、町内外の方とのコラボレーションを実施する場として、主要の下の方にございます通り、民間人材からのご講義をいただく場面を設けたりとか、あるいは中間成果報告の場面にですね、昨年度は実施しておりませんでしたけれども、民間の方にお越しをいただいて、同様にご投票いただくと、そういったことも、機会としてですね、設けていければというふうに考えてございます。先ほどマインドセットとスキルセット、それぞれが必要な上、整えた上で、行動につながっていくんだというのをお話し申し上げましたけれども、この研修プログラム、コードフォーサパン様からいろいろご指摘いただいて進めてまいりましたが、マインドセットを身につける上ではですね、去年参加した30名、非常に刺激を受けさせていただきました。今年度もですね、また新しい30名参加する予定なんですが、私たちとしては非常に期待しているところです。すみません。私からの説明は以上でございます。どうもありがとうございました。はい、星野様ありがとうございました。それではですね、私から、2つほど質問させていただきたいかなと思っております。まず1つ目なんですけども、今回、研修に参加いただいた30名のところなんですけども、具体的にですね、その行動変容の兆しみたいなものが、出つつあるのであれば、どういったことがあるのかっていうのをお聞かせいただけたらなというところと、もう1点がですね、今回、デジタルシフトリーダーということで、どちらかといえば若手、中堅、若手から中堅というところかなとあったと思うんですけども、別の表にですね、中間管理職の方々に向けての研修というところもあったかなと思ってまして、DX においては管理職の方々の協力って非常に重要かなと思いますので、そこの、協力を得るために、今星野様が感じられているコツであるとか、考えみたいなものがあればお聞かせいただけないでしょうか。はい、ありがとうございます。まず1点目の行動変容の兆しというところでございますけれども、今、昨年度ですね、参加をしてもらった職員たちというのは、それぞれ各部局の方に、研修としては終わったので、散っていって、各部局の中で活動しているというふうに思います。個別の具体の話については、私、まだ今年度始まったばかりというところもあって、耳に入ってきていない部分はございますけれども、各局の企画担当の職員を集めたということを先ほど冒頭で申し上げましたが、企画担当というところではですね、都庁を今全庁を挙げて DX を進めていこうということを取り組んでおりますけれども、その DX を進めていく企画をするのが各部局における企画担当の職員ということでですね、実際の事業をじゃあどういうふうに DX 進めていこうかというときに、それらの研修に参加した職員がまさに参加して、検討を進めていくという形になっていくかと思いますので、そういった意味で実際の各部局のですね、行動につながっていくということを今後期待しておきたいなというふうに思っているところです。
それから2点目のお話も非常に重要なところでございまして、管理監督者向けの部分については確かに取り組み必要だなと思っています。DX 研修、課長研修については今ここに2つ載っておりまして、箱書きでベテラン課長向けと若手課長向けというふうにございます。若手の課長向けというのはですね、これから都庁を担っていく若手の管理職向けということで、そこにこう DX の考え方を注入して、自律的に動き始めるということを期待したいというふうに思っているところですけれども、実は私としてはこのベテラン課長向けというのをですね、個人的な思いとしては、これも作った方がいいんじゃないかということで作った研修でございまして、今都庁を支えてくれている、まさに屋台骨となっているのがベテラン課長ではある。ただし、長年行政の中で過ごしてきて DX を今からやるってなった時に、いやそれを俺は分からないからというふうなことになりかねないかなということも含めてですね、いやこういうふうな考え方から必要なんですよということを学んでいただく場としてですね、あえてこのベテラン課長向けの研修というものを新しく作ってですね、実施していくということも意図の狙いとしてですね、ちょっと今回きっかけ作り、この今年度から始めるんですけれども大きな狙いの一つというふうに位置づけているものです。ベテラン課長さん向けの研修内容ですね、非常に興味がありますので、後半のですね、意見交換の際にですね、少しだけ質問させていただけたらなというふうに思います。はい、それでは星野様、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、そうですね、次にですね、2019年度に経済産業省が主催して、Code for Japan がプログラム運営を担当した DX アカデミーを受講された大阪府の豊中市の大川様と宇佐美様をお招きして内容をお伺いしたいと思います。それでは大川様、宇佐美様、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、豊中市では窓口の混雑緩和に向けてということで QR コードを利用した住所変更届の受付を、始めております。今回お話しする豊中市が導入したシステムというのは事前申請システムというものでして、住所変更の届出内容、例えば、氏名、引っ越し前後のご住所、生年月日、性別などを事前に登録しておくことによって窓口での届出書の記載負担を軽減したり待ち時間を短縮したりということを目的とするものです。で、本日お話しさせていただく内容としては、豊中市のご紹介と、抱えていた課題で、そのところにいただいたお話、経産省 DX ワークショップを実際に受けてみて、どういうものが浮き彫りになって、どう構築して、どんな課題がまた出てきて、今後展開していくのかという流れで、話しさせていただきたいと思います。豊中市のご紹介なんですけれども、人口が約40万人。大阪市のちょうど北側に位置しております住宅都市でして、大阪国際空港ですとか、梅田へのアクセス、それから高速道路等についてもいろいろとありまして、交通利便性が高くかつ住環境もいいということで、非常に市民さんには暮らしよい都市として、北摂都市として認識をいただいておるかなと思います。で、豊中市の主な手続き窓口は3カ所ございます。庄内出張所、新千里出張所、そして下の本庁です。住所変更の届け出はここで受付しているんですけれども、同規模の自治体にしては支所が少ない方かなと思っております。さらに住所変更の届け出とともに同時に他部署の届け出も必要になることが多いために、届け出、住所変更の受付自体が本庁に集中しやすい傾向にあるように感じております。そのため豊中市では本庁だけで年間約4万件の住所変更の届け出を受付しておりまして、3月4月の繁忙期だけでなく比較的年中混雑状態です。で、抱えてきた課題というのは待ち時間が長いということでフロアが混雑する。で、今回コロナ禍でさらに待ち時間の長さが問題になる中で、完全オンライン化っていうのは、法令上等の規制もあってなかなか完全には難しい。で、かといって人員増やすという予算要求も簡単に通りませんし、そもそもその窓口数が限られているために人員を増やせば問題が解消されるというものでもありません。やはりシステム的な改善が必要かなって考えている中で、一昨年度経済産業省の自治体 DX ワークショップに参加する機会をいただきました。で、これ実際に参加した時の模様なんですけれども、 DX ワークショップでは現状の業務フローをアナログ、デジタルに分けて、改めて客観的に見て問題点を見つけ出し、あるべき姿の業務フローを導き出す
というのを何度も何度も繰り返し徹底的にやらせていただきました。でそこで見えてきた課題が、ここですね、これ一番左なんですけれども、住所変更届の際に他の届けを受けすることが多いんですけれども、真ん中の問題点、 赤いところですが、住所、氏名、生年月日など何度も同じ内容を書く必要があるので受付に時間がかかる、結果フローが混雑するというところが浮き彫りになってきました。でそこで、解決策として提案したシステムが、冒頭でも軽く触れましたけれども、住所変更の届け出内容を手持ちのスマホなどで入力してもらい、その内容を QR コード化することにより、窓口で入力内容をデータとして取得できるというものです。で問題点の見える数値化、見える化というのも、DX の中で、いろいろ示唆していただきまして、現状をちょっと分析してみましたところ、この1から4、つまり住所変更だけではなく住所変更プラス住民票を取って帰られる方っていうのが 43% おられまして、だいたい平均受付時間がここの方で10分、でさらに印鑑登録、これは少ないですけど、10分、住民票も印鑑登録もってなると12分、住民票も印鑑登録も印鑑登録証明書もってなると14分っていう風な方たちを、QR コードで基本情報だけでも受け付けることで、受付全体でこの方たちが約 60% おられるんですけれども、全部9分に全て短縮できるということが分かりました。ということは1日100件の届け出がある場合は100本削減の効果がある、さらに合計81枚の届け出の削減が、記載の削減が見込まれるということを、見つけ出しました。で、このワークショップが終わりました後、実際の構築に向けて、担当課である市民課がベンダーに相談をしました。で、その実際に構築できないかって考え、話をしましたら、事前申請システムというものを紹介されまして、大体うちらが考えている、システムとほぼ同様のシステムでした。で確認もさせていただきまして、市長、副市長に、次年度予算要求のための政策会議に提出したいというふうに提案したんですけれども、いやいや、もう今コロナ禍で混雑してるやろと。もう補正予算で今年度中に導入せという指示がありまして、急遽補正予算によりシステム開発を行い、今年の4月からシステムをスタートしたところです。で、その現在のですので手続きとしましては、この10ページのようになっております。市民の方はあらかじめスマホ入力して窓口行きます、窓口行って受付カードを取って待ちます、で呼ばれたら QR コードを持って行って本日したい手続きをお伝えいただきます。で職員の方なんですけれども、それを読み取って各届出書を印刷します。すべての届出書に生年月日等の基本情報が印刷されますが、その届出書によって、いろいろ書く内容が異なる部分がありますので、そういった個別事項については聞き取りしたり職員が記入します。でお待ちいただいている間に、その届出書の内容をちょっとここがまだ手入力なんですけれども、手入力をいたしまして、その市民さんの方には、その届出書を、例えば、総合窓口が豊中市ございますので、市民課の続きの窓口で転入学や国保、子育て等の、手続きをしていただきます。で、その候補している間に職員のバックヤード側では入力が完了し、各帳票が打ち出しされてますので、例えば住民票が出来上がりましたということで、市民さんが、請求されておいた住民票などを受け取っていただく。でここは市民課キャッシュレース決済取り入れてますので、QR コードや電子マネー等でクレジットカード等で決済をいただけております。で最後、現状の課題と今後の展開なんですけれども、課題ちょっといろいろまだありまして、実は先ほどもちょっと見ていただいて、んって思ったかもわからないんですけれども、届出書の内容をシステムに手入力今しております。ということで職員の入力作業やペーパーっていうのはあんまり今減っていません。
で短時間で開発したっていうこともありまして、不具合もまあありまして、ちょっとまだ積極的な展開に至ってない、ちなみに4月の利用件数はちょっとまだ4件ってなっておりますので、ちょっと残念ながらこの場でシステム導入の成果をお話しすることができないんですけれども、あの課題として受け止めております。でせっかく市民が作ったデータを、まあ、だから印刷するだけじゃなくって、まあ、そのまま重機システムに入力されるように使いたい。でまたあの市民課以外ででもですね、例えば介護保険の窓口とか、それ以外のところの町内の横展開が進めばより便利になると思っております。で、まあ、そういった課題を克服すべくですね、今動いておりまして、5月の末ぐらいに不具合の箇所を直しまして、その後はあの積極的にあの例えばホームページの引っ越し手続きっていうところに、そういうあの手続きの仕方とかをリンク貼るなどして積極的に案内を行っていく予定です。でまた受付した QR コードのデータを手入力するんじゃなくて、既存の重機システムに連携させる回収も今年度末までに行います。このことによって記載時間だけでなく、まあ、職員側にとっても削減、事務の削減になって待ち時間を短縮できると考えております。また今後ニーズ等を把握しまして、住所変更後に行くどの部署でも利用が可能になる働きかけを、まあ、していきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。それでは私から、質問させていただきたいんですけども、よろしいですか。はい、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 あの先生ちょっと変わります。すみません、あの質問の方私の方から答えさせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。あの、まあ、待ち時間、あの、まあ、バックヤードの件はさておき、まあ、あの市民さん側というか、あの待ち時間は減るというか、自主実験であり今の現状も減るであろうというところなんですけども、実際市民の方々 あの生の声というか、まあ、反応っていうものはどんなものだったのでしょうか。はい、あのちょっと、説明の方でもあった通り、4月 の、 あの利用件数っていうのは正直4件だけでした。で、あの今回のシステムに関しては、住所変更の届けプラス住民票の写しとか印鑑登録をされる方っていうのが、まあ、かなり恩恵を受けるシステムになるのかなと考えております。で、4月に受けた4件っていうのは、転居が2件と転出が2件ということで、あの、まあ、正直恩恵を受けれるような、まあ、恩恵が薄い手続きに関して4件あの手続きされましたので、まあ、正直あのいやこれすごく早くなったっていうようなあのなんでしょうね、反応は、得られませんでしたので、あの今後、まあ、不具合等を回収していって、まあ、今後転入とかで広く使っていければあのもっと待ち時間というのは短くなるのかなという、あの、まあ、1日100件の受付をして100分減らせるんじゃないかっていう話なんで、まあ、正直4月に単発で4件来ても、まあ、市民さんからしたら1分ぐらいしかあの待ち時間が減ってないということで、あまり今回恩恵を、はい、お話しすることはちょっとできない状態ではあります。はい、まあ、とはいえね、そのちょっとしたあの積み重ねっていうところがあの後々になってすごい実感として現れるかなというところなので、あのぜひあの継続的にこうなんでしょう、定点観測というかあのしていただけると、あの我々としても非常に参考になるかなというふうに思います。はい、はい、そうですね、あとそうですね、まあ、その重機システムとの連携というところで、あのなかなか、ね、一般の行政の方も重機にはなかなか手をつけたくないなとかいう思いがあると思うんですけども、あの技術的にはどうでしょう、そこまで難しくなかったであったり、予算がすごくかかるとか、そういったものではない見込みなのでしょうか。金額的にはそこまで大きな金額がかかるものではないかなと思ってます。で、あのやはり課題がないわけではなくて、あの市民さんが入力するデータっていうのは行政的には、まあ、例えば外事っていう問題があったりとか、まあ、住所でも、まあ、1丁目1番1号ってちゃんと書いてくれる市民さんっていうのはなかなか少ないので、まあ、そういったところを直接取り込むにあたってどれだけあの簡易化するかっていうところが、まあ、時間の低減につながるかなと思ってますので、まあ、そこは今年度、ベンダーと調整しながらより良いシステムを導入できればなと考えています。は
ありがとうございます。あの喉の調子が良くないというところ、すいません、ありがとうございます、はい、あの事前にお聞きしておりまして大丈夫かなと思ったんですが、すいません、はい、ありがとうございました、ね、はい、はい、それでは豊永さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、3組目としまして、兵庫県豊岡市の山内様をお招きしまして、 BPR プロトタイピングとして取り組まれた、研修の内容を共有いただこうと思います。それでは山内さん、よろしくお願いします。はい、改めまして豊岡市情報推進課の山内と申します。よろしくお願いします。実は豊岡市なんですけれども、先ほど事例紹介された豊中市さんと間違われることが多々ありまして、ただきっと逆に豊中市さんは豊岡市と間違えられるようなことはあまりないんだろうなと実は思っています。知名度の違いがかなりあるんじゃないかなって私自身思っています。さて、今回私からはデータアカデミー BPR プロトタイピング研修、プロトタイピングの事例紹介ということでさせていただきたいと思います。でまず市の概要ですけれども、兵庫県北部にあり、8万人弱の人口です。で面積が700平方キロということで、県内でももう最大の面積を有する市町ということで、広いところにあまりたくさんの人がいないというようなことになるかと思います。で次のページですけど、見どころとしましては、まあ、コウノトリの野生復帰とか、城崎温泉とか、竹の海岸、神鍋高原、田島の小京都、伊豆市城下町というようなところが、まあ、豊岡市の見どころということであります。次に、現在市で行っている取り組みなんですけれども、トヨタモビリティの、モビリティ基金の協力を得て豊岡スマートコミュニティ推進機構というのを立ち上げてまして、その非効率をテクノロジーでカバーしてフラットなつながりや、そのつながりを支え合うスマートコミュニティの実現を目指すというようなビジョンでいろんなプロジェクトをやっています。今回の研修も、まあ、その 一環ということで取り組むことになりました。で今回の研修の構成なんですけれども、まあ、Code for Japanさんにお願いをしまして、サービスデザインを学ぶ、業務フローを学ぶ、ICT ツールでプロトタイピングやってみる、予算要求とか、実装に向けての検討を行うというようなことで、していただ構成でしていただいたんですけれども、実は新型コロナの影響で第1回目以外は全部オンラインでの実施になったということで、どうしようかなというところがあったんですけれども、フォローアップの機会をたくさん設けていただいたことで、なんとかこう追いついていけるような形が取れたかなと思っています。で今回の研修プロトタイピングのテーマの選別なんですけれども、個別にヒアリングを行って面白そうな部署を選抜しました。で、具体的には農林水産課というところがあるんですけれども、それについては有害鳥獣の捕獲から報告集計のフローを最適化してみましょう。教育総務課については学校への修繕を担当していたりする部署がありますので、それの一括管理。で健康増進課については、市民健診の申し込み、日程変更の受付の最適化。伊豆市振興局地域振興課、これは支所と呼ばれる位置づけになるんですけれども、公用車の運転日報の、電子化とか、区長からの報告というようなことで、まあ、区長というのは、まあ、全国的には自治会長というようなことで、言われている実績の方かと思います。で研修の中では、現状と目指す姿ということで、プログラムを組んでいただきました。これは健康増進課の例なんですけれども、健康増進課の検診の受付と日程変更についてなんですけど、実は検診の対象者の方の 30% ぐらいが日程変更の対象になるというようなことで、そこで申し込みをいただいた方がまた電話で日程変更を受け付けて、で空いてるかどうかまた確認して電話で報告をするというようなことが行われているということで、そのことについて分析をしております。で現状と、その先ほど申しました電話でのやり取りとかといった部分をオンラインで解決しましょうというのを目指す姿というのを考えておりました。で、まあ、業務フローもそうなんですけれども、こちら工数計算ということで時間であったりとか費用の面であったりとかも、今までの部分と目指す姿ということで整理をしております。
こういう整理を行うことについて ICT ツールを使った効率化というのを、まあ、検討それぞれしたわけですけれども、日常の業務を結構やりながらということで、今回は保健師の例だったんですが、まあ、こういった作業もともと初めてやる職員も多かったので、かなり頑張ってやり遂げたと私は思っております。で、今回目指すことになった ICT ツールの活用なんですけれども、先ほどの有害鳥獣の部分については検討とかモダンエクセルを使った最適化で、教育総務課については、まあ、Google ワークスペースというのが使える環境にありますので、これについて活用して使っていこうということになりました。あと健康増進化については受付の自動化とデータの活用というようなことを考えることになりました。あと、許し振興局司書の件なんですけれども、キントーンで自動車雇用者の管理とか区長さんとのやり取りを最適化できないかなということで目指すこととなりました。実は豊岡市なんですけれども、農林水産の例を挙げておりますが、有害鳥獣の捕獲っていうのでは全国でも有数の実績ということで、北海道に次ぐというようなことで頭数を当数の実績があるんですけれども、7年で4万8千余り頭の鹿の捕獲頭数があったりとかしています。ただそこには問題がありまして、ハンターの方が捕獲したときには、捕獲保証金というのを支払うんですけれども、その手続き、量の多さということで、一頭ごとに紙の台帳と尻尾を集めていくというような作業から始まるということと、あと1枚ずつチェックして、Excel にそこから職員が手入力しているというようなことがありました。こういったハンターの方から出てきた手書きの調査票というのがあるんですけど、これを取りまとめていくというような作業です。で、今回の担当職員の思いなんですけれども、捕獲確認をより簡単にしたいということと、捕獲情報の把握をより効率的にできないだろうかということから、研修の中でキントーンを使ってハンターの方からスマホで、捕獲情報を報告できるアプリというのを、まあ、職員の手で作成しました。まあ、このように、まあ、ハンターの方がスマホから二次元バーコードを読んで、でホームに入力した情報が位置情報と一緒に農林水産の、役所の方にデータで届くといった内容です。でまたですね、農林水産課の方は熊の目撃情報というのも収集をしていまして、実は豊岡市の方では熊の目撃情報も結構多く届けられていまして、被害というのも出ておりますので、これもこの QR コード二次元バーコードを読んでですね、位置情報とともに報告できるような仕組みも職員が作成いたしました。で今回先ほどこれまでは、まあ、農林水産課の事例を紹介したんですけれども、今回の研修を終えてですね、まず5月13日なんですけれども、先週ですが、その成果発表会というのを全庁でやりました。そうしましたら、まあ、70人近くの参加者ということで、職員の 8% ぐらいがオンラインとかオフラインで、この成果発表会に参加してくれたという嬉しい成果が出ました。この発表会の事後アンケートっていうのを今やってるんですけれども、昨日現在、まあ、2日か3日ぐらいしか経ってないんですけれども、14件回答がありまして、その BPR やってみたい業務ありますかという問いに関して、14人中10人がやってみたい、で、あと今後このような研修やってみたいですかっていう問いに対して、14人のうち8人が研修やってみたいですっていうふうに申しております。あと、まあ、その中で市役所 DX に向けた町内チームっていうのを作りたいんだけど、参加してもらえますかっていうような問いもさせていただいたんですけど、14人のうち7人、50% の人が参加してみたいっていう回答を言っています。結構いいなって私は思っているんですけれども。すいません。で、まあ、4課の取り組みっていうのの今後の取り組みなんですけれども、ツールの導入、農林水産課であればキントーンの導入ということで、私ども情報推進の方で予算要求をまとめてやっております。また教育総務については Google の Google ワークスペースのさらなる活用をもっとできないだろうかということで検討しております。で健康増進課については、今回コロナワクチンの
業務の設計っていうのが結構時間のない中でっていうのがありましたんですけれども、情報推進の方に業務フローを書いてきて相談ができるようになっていたというのがちょっと私もびっくりしたんですけれども、そういった転用がありました。また伊豆市振興局については、今先ほども紹介しました例えばスマートコミュニティが実施しています区長業務の効率化というのの実証実験に参加しているという状況があります。でこれがですね、健康同心が書いてきたコロナワクチンの、業務フローなんですけれども、接種の、業務フローなんですけれども、まあ、ちょっと業務フローを書いてみたらということで翌日にはこれを上げてくるという、保健師の職員がこれを翌日に書いてくるというようなことができるっていうのが、まあ、私もすごいこう成長といいますか、今回の研修の成果でもあるなと思っています。あと全庁的な、行動変容としましては、エクセルパワークエリに代表されるような今使えるツールっていうのがもっと使えるんじゃないのみたいな話が結構広まっておりまして、人事課であったりとか建設であったりとか問い合わせが来ていたりするような状況です。また学ぶ機会っていうのを今回私どもの方で設置といいますか作りまして、もぐもぐ会っていって Zoom を使った昼休み勉強会っていうのをやっています。でちょうど、まあ、今日もお昼休みに今回の発表会のレビューをやったところです。これについてはもう ICT ツールのハードルを下げて市役所 DX に向けた機運を高める、また先ほども申しましたように緩やかではありますけども、みんな DX に関心のある職員のコミュニティを作っていきたいなというようなことで、きっかけ作りに活動しています。終わりにということで、情報化担当として関わった私の感想ですけれども、今回の4部署は別に特別な部署というわけではないです。で業務改善のモチベーションというのは結構ところどころに眠っているなというのは私思った感想です。でそこで、まあ、Code for Japan さんと一緒にさせていただいて、必要だなと思ったこと、大きなことがございまして、それはまあ景気づけ、今回のような研修のような景気づけと、変えたい変わりたいという原価の思いを一緒に考えてできる限り支援をしていくことだなというふうに感じました。これはもうとても大事なことだなというふうに私は思いました。今後も継続して業務改善のモチベーションをこう眠っているモチベーションをですね、掘り起こしていくような役目をできればなと思って感じております。私からの発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。山下さんありがとうございました。ですね、スライドの方でもですね、もぐもぐ会とても素敵です、真似したいですっていうコメントが入っております。はい、では私から一つ質問させていただきたいなと思うんですけども、最後のですね、業務改善のモチベーションは眠っているという言葉は非常に印象的かなと思ったんですけども、山下さんが考えるお考えで、まあ、なぜ今までその眠らせてしまっていたのかっていうところ、そこですね、そこを理由というかお聞かせいただきで、まあいただけたらなというふうに思います。いかがですかね、そのあたり。はい、私が思うにですね、やっぱり情報管理部門であったっていうところが大きいと思うんです。で、私どもその去年、昨年度から ICT 推進係っていうのができまして、まあ、私はそこに去年来たんで、昨年度来たんですけれども、でやっぱり管理っていうと難しい、でみんなが相談しにくいっていうようなところがあってですね、来ても難しいことを言われるだけじゃないのみたいなところがあったと思うんですし、また情報管理部門の方もやっぱりこう何ですか、話をしに行かな、聞きに行かなかったっていうところはあるのかなと思っています。そのあたりをですね、今後山内さん中心になって改善していくというところで、今後の豊岡市に非常に注目かなというふうに思います。はい、それでは山内さんありがとうございました。ありがとうございました。皆様とても参考になる事例紹介、事例発表ありがとうございました。続きまして、着実に改革を進めている自治体の裏側について考えてもらおうと題しまして、北海道北見市の取り組みについてお話をお聞かせいただきたいと思います。北見市の及川様、吉田様、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。北海道北見市の及川と申します。それから一緒にご説明させていただきます。吉田が今映ってますでしょうか。吉田殿。あ、はい、北見市役所窓口課の吉田と申します。声聞こえてますかね。
聞こえてないです、はい、大丈夫ですね、はい、それでは、はい、今日はこの2人で、話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。いたします、はい、スライドの方、表紙のページ皆さん見えてますでしょうか。はい、北見市役所の窓口サービス改善ということで、冒頭ご紹介いただきました着実に改革を進めていると、まあ、ご紹介いただきましたが、はい、着実かどうか、まあ、着実と言います、はい、着実に進めています、北見市です。で、まあ、その裏側ということでね、やっぱりこの物事を進めていく上で、なかなかどう進めたのかっていうところが共有することが、必要だということでお話を伺いましたので、今日はその辺を中心に進めていきたいと思います。はい、最近北見市新庁舎に移ったばっかりですね。まあ、写真、綺麗な写真写っているかと思いますが、1月に新庁舎に移りまして、春の引っ越しシーズンを超えて今5月というところにあります。はい、で今自治体に求められていることということで少し考えてみたいと思います。DX とあのいろんなところで聞くようになりましたが、デジタルトランスフォーメーションへの対応ということで、まあ、よく言われがちなのがシステムを入れればいいんでしょっていうところなんですけど、やっぱりそこって違うんですよね。システム入れたらですね、大体システムの良し悪しの評価みたいなところになって、あのシステム使えなかったよねみたいな話になりがちなんですけれども、本来は IT っていうツールを使いながら、仕事の手順、自分たちの仕事の手順とか、やり方を変えることが本来の目的なんだろうなと思って、経験した限りにおいてはそう感じています。で、役所全体に関係する、まあ、地道で巨大な作業ということでした。プロジェクトの立案、組み立て、運営と、あと実務の整理、関係者の調整もろもろやらなければいけません。必要なこととしては組織を巻き込んだり調整をしたり、それからやっぱり制度を理解して、システムの中身、仕組みを理解する力っていうのも必要なのかもしれません。それからまあ担当課であったり情報部門、まあ、あとは業界部門ですね、役所さんによっていろいろ形は違うと思うんですが、そこの橋渡しとしての役割がまあプロジェクトを進める立場に求められているのかと思います。はい、自治体の窓口についてちょっと考えてみたいと思います。一般の市民の方から見えている姿っていうのは多分こういうことなんだろうと思いますね。で、窓口での体験っていうのが役所の印象につながる。で、役所って縦割りだよね。で、どの手続きしたらいいか、まあ、情報が整理されていないですとか、先ほどの話もありました何枚も書かされるといったこういう体験をですね、なんとかしていくことが大切なんですけども、ただこれをなんとかしようとすると、まあ、職員の反対にあったりですね、なんでやるんだみたいな話にどうしてもなりがちなので、北見市ではこういうふうに考えています。サービスを向上させるだけではなくて、業務の効率化を一緒にやるんですよということですね。セットなんですっていうことです。それでやったことが、書かない窓口、申請書の記載支援の仕組みと、ワンストップ窓口、いわゆる総合窓口って言われるような仕組みですね。はい、でここで大切なのがフロント業務の BPR、仕事の中身、やり方、流れを変えると、システムの活用と、それから情報の整理というこの3点なんだろうと思います。では今、北見市の窓口が一体どうなっているのかというのをちょっと吉田の方からご紹介したいと思います。はい。で、北見市は先ほどもありましたけど、書かない窓口と、あと回らない窓口、ワンストップで手続きをなるべく一箇所で終わらせるように集約しています。はい。と、あと手続きが漏れないと。これはまあワンストップにも紐づいてくるんですけども、その窓口支援システムというものを利用して、対象者、来庁者の移動の種別と、あとはその来庁者、手続きの対象者ですね、の資格情報を掛け合わせて、そういった手続きのピックアップと手続きの漏れを防止するような仕組みを利用しております。はい。そうですね。全ての手続きを受けているというわけではなくて、あくまで簡単なものに限るんですけど、なるべく移動の手間がない、その大部分を占めるような手続きを一箇所で受けるようにしております。で、この一箇所で受け付けることによって、どういった効果があるかというと、やはり手続き時間の削減というところが大きく出てきますね。で、転入の手続き、一人世帯の場合ですと、まあ、大体
書かない窓口で3分半の手に受け付けた後に、あとは他の課の関連手続きを受け付けるので、そこからの時間はあるんですが、お客様単体として商社全体を回る手続きの時間として見たときにはかなり短縮されるはずですね。他の4人世帯等も同様なんですけども、1箇所で、時間かかるのは長くなるんですけども、全体、商社全体の手続きとしたときにはかなり時間は短くなるというような想定をしております。あとは移動手続き以外にも証明書の受付も1箇所でできるようにしておりまして、例えば所得課税証明書、税の証明書も住民票ですとか、そういった証明書の窓口で1箇所で取れるようになっておりまして、住民票と所得課税証明書を合わせて大体1分40秒ですとか、それぐらいで取れるような計算になっていて、かなり早いものにはなっているんじゃないかというふうに実感しております。はい、ここのポイントとしてはそうですね、システムの活用プラス、総合窓口ワンストップの取り組みをすることによって、さらに効果を出しているということだと思います。はい、それではちょっと今日のテーマに合わせて業務のデジタル化というものについて考えていきたいと思います。特に北見市窓口について業務の改革をやっていますので、窓口の写真を持ってきてました。はい、デジタル化が遅れている部分はどこでしょうということなんですね。パソコンが並んでますので、デジタル化できてるじゃないかと思われがちなんですけれども、ここですね、この受付の部分っていうのが、実は紙でやってるというのが今までの僕の自治体だと思います。この受付の部分を紙でやっている、で、あとはオンラインでの対応っていうのもこれから進んでいくだろうと思いますけれども、受付部分に関してはまずシステム化が進んでいないということと、受けたものを、システムに入力していくところの流れがつながっていないんですね。なので、写真で見るとこういうふうになっているということになります。はい、北見市ではこの受付部分に着目してデジタル化をしました。はい、フロント業務を担うシステムを独自開発ということで、自分たちでこういうものが欲しいというのを、いわゆる要件定義というやり方ですけども、こういうのが欲しい、こういうのを作りたいというのを、設計要件として作りまして、地元のシステム事業者さんと共同で開発をしました。で、受付業務をシステムで支援する仕組みなので、自分たちのやりたいことを何でもこう突っ込んだんですね。なので、先ほどご紹介したワンストップを支える仕組みというのがここで作れています。実装した機能としては、手続き、要請手続きっていっぱいあるんですけれども、それらの情報を黙々とこう Excel で整理をしまして、システムに投入可能な状態まで整理をして、こうデータベース化してシステムに入れています。ですので、書かないまで申請書を一括で作ったりですね、こんな手続きいるんじゃないですかっていう判定、おすすめ判定をしたりですね、あとは手続き、こんな手続きの必要ですよっていう案内書を紙で出したりというような仕組みを作っています。最近ではこの受付したところである程度データ化ができますので、ここから RPA 用のデータを出力して機関向けの業務システム、いわゆる台帳システムの方に渡すという仕組みも作りました。はい、この台帳システムというのが今国の方でもですね、使用の標準化という言葉が飛び交っておりますけれども、住民基本台帳をはじめとした各個別システムがどんどん標準使用化されていくということですので、ここの外の部分でいかにこう、UX であったり、DX のあたりの対策として、こういうものを作れるかっていうのが今後の、ポイントになってくるのかなと思います。はい、では今日 RPA のテーマも出ていましたので、RPA について吉田から少しご説明したいと思います。はい、今先ほど説明もありましたけど、バックヤード業務、その重機システムの入力ですとか、あとは証明書の発行の部分で RPA を利用しております。ただ RPA なんですが、当初から導入を想定していたものではなくてですね、北見では先ほどの9ページ目のスライドにあるんですけども、その受付の部分をデジタルで受け付けていて、たまたまそういったデータがあったので、それを活用してみようということで、実証実験から始まり、導入まで至っております。すべての手続きを RPA で処理しているわけではなくてですね、かなり大部分を占める手続きですね。
証明書の発行であれば住民票ですとか、あとは印鑑証明、所得証明といったところのメインどころを処理するようにして、あと住基の入力の方については即時性の求められる例えば転出だったりですとか、そういったものは除いてですね、RPA で処理しております。であくまで RPA っていうものは有効なツールではあるんですが、これが目的にはならなくて、一つ業務機能をにこう潤滑油的なそういった選択を与えるものの一つ、あくまで手段の一つとしてはかなり有効なものとして使えると思います。でちょっと調べてみたらですね、だいたい中期の入力なんかは8割方は RPA で処理ができていて、今証明書の発行はだいたい 50% ぐらいは RPA で処理の対象となっております。はい、はい、これイメージとしては窓口で受付をして、聞き取りをしながら申請書を作りますと。で申請書を作ったり、引っ越しの届出書ですね、転入届とかを、一緒に作ったら、そのデータを後ろで、RPA が捕まえて、機関のシステムに入力をしてくれるというような仕組みになっています。吉田さん、このシナリオってどういうふうに作ったんですか？はい、シナリオはですね、一つ一つ人がやってる作業をパーツ化して組み合わせて作っています。例えばその申請書のデータであれば住民票で、世帯全員なのか一部なのかですとか、本籍ありなしですとか、そういった人が見て入力する作業を一つ一つパーツに起こして、それを組み立てて、最後発行できるようなものを作ってますね。はい、たくさん件数があったり即時性を求められるものに RPA を入れるっていうのが効果的ということですね。そうですね、そういうことです。例外的なものはなるべく除いて、はい、大部分で簡単な処理なものを積極的に処理させるっていうものを考えとして持ってますので、はい、そういうことですね。はい、これがやると離れた場所でも処理ができてしまうので、今年の春なんかは混雑防止のために転入の受付会場をもう一つ別に作って、そこで受け付けたものを、RPA が違うところでまた入力をするというような仕組みもできたと聞いております。はい、その通りですね。転入会場を2階に作って、転入の件数もまあまああったんですけども、1階でそのままずっと、2階では職員が届け出を受けながら、バックヤードではずっと転入の手続き、入力の処理が進んでいくっていうような工程を取れました。はい、一つ RPA の使いどころというか即時も実はできるということですね。あ、そうですね、それも可能ですね。はい、では次に DX に必要な視点はということでまとめてみました。はい、まずですね、私主に利用者の視点から考えるって大事なんだと思うんですね。でここで利用者っていうのは、携わる職員、処理をする職員もですね、立派な業務とか仕組みの利用者であるので、ここでサービスデザインとかサービス思考という考え方で行こうというのはよく聞きますけども、じゃあそれを噛み砕いて言うとどういうことかというと、自分たちの業務とか、仕組みの使いにくい点を一つずつ改善するっていうことが大事なんだと思います。まあ、そうすると自分たちのやることなんで反対している場合じゃないですよね。はい、それから窓口業務は情報処理であるっていうのを掲げてます。で手続きの種類とか方法とか必要な持ち物って結局はまあ大量の情報であるので、人の手ではなかなか覚えきれないですから、システムを上手に活用してあげるというのが大事なんだと思います。はい、実は北見市様式の標準化っていうのにも早くから取り組んでおります。バラバラだった各課の様式をですね、これ集めて、事務局で黙々とですね同じ形に直したんですね。はい、でそういう作り方をしました。こうやっておくとですね、いろんな課の様式が統一化されていくんですけど、大事なのはデータ化を今後考えていく上でも、こういった項目っていうのはある程度統一化しておくと、次に何かを変えるときにも、すぐに対応できるというようなことがあるかと思います。はい、それからこんなこともありました。業務フローとデザインはツール化しちゃおうっていう話なんですけども、これ吉田さん、これはどういうものですか？これはですね、転入届ってなってるのは、職員がひたすらこう移動届を作っていることになってしまうので、今どういうことを確認して、どういう作業をしてますかっていうのを目で見て分かるように、お客様に提示しながら作業するように作ったものですね。で、よろしいですか？確認の手順とか、まあ、確認項目みたいなのを見せながら、一緒に公開するということですね。はい、
はい、それからこんなんですね、業務フローとデザインツール化事例その2ですけども、フローとチェック事項は一体化しちゃえっていう話なんですね。これはどうやって使ってるんですか？これは主に郵送の請求の時に使ってますね。その上に書いてますけども、今どこまで誰が何をやってるんだっていうのがはっきり見えて分かるようなものになってますね。これを使って処理することで手戻りですとか、なくなったり、まあ、誰でもできるようにするっていうことが大事ですよね。そうですね、はい。はい。ただこれ実際入れた時のお話を私こういうふうに聞いてます。はい。一件一件こんなの見てられないじゃないかと。これ本当にそうだったんですか？これは本当ですね。まあ、まず抵抗感がかなり強かった印象はありますね。うん、でそこで、どう進めたかというと、まあ、とりあえずやってみてっていうやつですね。そうですね、はい。まあ、そうするとこんなになってます、はい、もうさっきの話どこ行ったのですよね、はい、あの全然やってよかったと。これなら作った人もね喜びますよね、はい。でこういうプロジェクト経験みたいなのが一つの体験となって、あ、変えていいんだ、改善していいんだということに気づいて、それがまあ周りもどんどんじゃあやってみようかなっていうようなね、そんな流れが伝播しているのかなと思って横から見ています。では続いてプロジェクト推進に必要なことということでまとめてみました。目的、推進体制、推進人材でまとめてみました。はい。事業目的の共有です。何のためにやるのかを最初に共有しましょうということで、北見市ではですねこんな実験やりました。新人職員、さすがにね一般市民の方にちょっと体験して教えてくださいってなかなか難しいので、職員だったらいいだろうということで、まだあんまり役所のことがわからない新人職員を捕まえてですね、利用してみたら実験をしたら、まあ案の定うまくないですね。これはちょっといろいろ課題があるねということが、まあ、自分たちとしても認識をできるので、こういう時に携わった新人職員っていうのはまた次の改善の核となる人になったりします。はい。それからできることから改善ということで、まずお金をかけずにやれることから、手作り感満載でしたけれども、いろいろやってみて、あ、そうするとこういうの必要だねということが認知をされていきました。はい。で、走っていた時の推進体制はどうなってたかというと、まず事業計画として位置づけてもらいました。それから実施事項みたいなのは会議体でちゃんとこう合意とか承認をもらう、まあ、窓口の関係課の課長級ですね、情報システム部門とか、出先の師匠も含めて30人規模の会議を作ってました。でその下に作業部会ということで、なかなか職員動きにくいので、自由に動いていいですよというようなお墨付きをですね会議で与えて、それが今後の改善をやっていくときのキーパーソンとなっていったということですね。でこれ事務局が一番大事なんですね。推進体制作って終わりではなく、このプロジェクトをちゃんと回していくこと、進めていくことっていうのが大事なんだと思います。そのためにですね、まあ、私がちょうど総務課という立場ですけども、専任ではなく、まあ、このプロジェクトを持っていましたが、外部事業者、外部のコンサルさんの力もずっと借りながらですね、このプロジェクトを進めていきました。はい。でなぜできたのかっていうのをちょっと振り返ってみますと、オフィシャルの方針に沿って一つ一つ進められるようになったこと、それから視察に結構、まあね、当時行かせていただいたんですね。でそうすると見てきちゃった職員がやれるって分かっちゃうんで、私やろうってなるんですね。でいろいろやってみると実現可能なものがまた見えてくるということと、あとたくさんの人が携わってきて、このプロジェクトもう10年ぐらいやってきましたので、多くの方が携わってます。で中身は現場に任せてもらえていたということと、プロトタイプアジャイルということで、システムを作るときもですね、プロトタイプ、まあ、当時はアクセス VBA とか使ってましたけども、まあ、ちょっとちっちゃいものを作ってですね、こんなのを作りたいみたいなのを具現化して、そこから設計に落としていくっていうやり方をとっています。なので、まあ、事務局の頑張りも結構大事だったりします。はい。じゃあ、これを続けていこうということで、事務局がなくなった後の体制をどうするかっていうのをちょっと触れてみたいと思います。北見市では、新たに窓口課というのを通じてですね、今日話している吉田はこの管理係というところになりますけれども、運用に移行しながら、まあ、今後もずっと続けていくということを、
明確に位置づけています。それからシステムもどうしても重りしていくのが大変ですので、実はシステム事業者さんと共同開発ということで、著作権をですね共有の体制にしてまして、今後もメンテナンスが継続されていくような仕組みと、あと他の自治体にも幸いに導入されておりますので、深谷さんと今いろんなことを共同してやっております。埼玉県のクラウドサーバーで動いていると伺っています。はい、最後になりますが、システム開発を乗り越えてですね、どういう反応があったかからはもちろんですね、便利になったねって言われるんですね。で、それを受けての、まあ、職員の反応っていうのもとても大事だったと思います。褒められることによってですね、また次の改善をやっていこうという気持ちが生まれてきますし、やっぱり開発やってた時苦しかったですけども形にできてよかったという声が大変ありました。はい、では DX 人材って何だろうってちょっと考えてみますとですね、この推進する立場の人材に求められることとしては、まず土台となる深い知識、まあ、いっぱい勉強しなきゃいけないなっていうのが分かりました。それから目的とか考え方を解くっていうのはもう普及活動ですね、定着させる。それから、現場の話をよく聞いて諦めないということですね。で、今その役割を吉田が持ってるところなんですけど、最近の動きどうですか？急に振ってみましたけど。最近はそうですね、だいぶ、はい、頑張ってます。そうですね、横から姿を見てますけども、窓口のいろんな顔を走り回っている姿を、はい、前任者として見ております。はい、やっぱりこのプロマネとかですね、社内 SE 的な立場、コンサルタント的なものの見方っていうのを、できる人をたくさん、組織の中に育てていく、作っていくっていうのが大事なんだと思います。よくお話ししていることとしては、まずスモールスタート、アジャイル思想、まあ、よく聞く言葉ですね。はい、で、最後のところなんですけど、サービスの向上、3つ目ですね。結局、みんなのためになるんですよ。で、改善の壁って意外に職員だったりするんですけども、やってみると、ああ、よかった、やってよかったって話に絶対になりますので、まずそこまで持っていくのが、プロジェクトを担う人の役割なんだと思います。はい、最近こんな言葉が本当に飛び交っていますね。よく役所って例外処理に目行きがちですけども、8割カバーできれば OK とか、まあ、例外対応でいいとか、運用しながら直していくとかいう言葉ですね、定着していますので、これを、まあ、これまでのプロジェクトに関わってこなかった次の世代の職員にも引き継いでいきたいと考えています。はい、まあ、北見市ではじゃあこんなことやってますということで、もう一度おさらいすると、アナログツールも使ってます。ハンコレスとかも結構早い段階やりました。はい、フロント業務は ICT を使って、バックヤードは今 RPA を入れ始めていますということで、まあ、仕事を見直ししていくことが、まあ、デジタルトランスフォーメーションの大前提なんだろうなと感じています。はい、で、今日のテーマで、競争という言葉がございましたので、北見市の公開している資料ここにあります。巷では変態年表と言われているらしいんですけれども、ここ10年ぐらいの、市の取り組み、私たちの取り組みを、年表形式にして載せていますので、詳細はご確認いただければと思います。はい、以上でスライド終わります。はい、ありがとうございました。とても興味深いお話をたくさん聞かせていただいてですね、ちょっと私お話聞かせていただいた中で一つすごくいいなと思ったのがですね、この新人職員の方が窓口を経験するっていうのがすごく印象的だったんですが、この事業自体はですね毎年行われてたりとかするんですか？はい、スライドでご紹介したのは、毎年やってるわけではなくて、まあ、当時プロジェクトのスタートの時に、新人職員が利用者になって、経験してみようという取り組みでした。うんうんうん、まあ、そうすると利用者になったらどこがいけてないのかが分かりますので、まあ、それを、はい、会議体にフィードバックするというところで、まずきっかけですね、きっかけにしたプロジェクトです。なるほど。そうすると今当然こう窓口の業務だとかも、まあ、自治体の業務っていうのは常にこう新しい、
業務というか手続きが増えていくかなとは思うんですけれども、窓口って、いろんな業務が新しい業務とかも増えてくるわけじゃないですか。で、新しい業務だとかが増えたときに、またそれについてのこうフィードバックだとか、経験とかっていうのも、追経験っていうんですかね、もう大事かなと思うんですけれども、その辺は今後、どのようにお考えられているんですかね。そうですね、よく制度改正ですとか、手続きが新しく増えましたとかいうことって、年がら年中起こってますけど、その辺の話でいいですか。はいはいはい。はい、新しく制度が増えましたとかいうときには、まずじゃあその制度が、扱っている、手続きの根拠とか、どういう内容でアナウンスしなければいけないのかとか、様式をどう整理するかとかいうようなところ、通知とかで来た内容を分析をして、じゃあどこまで、システムに搭載するかしないかとか、窓口の中でどういう業務フローで流していくのかというのを、分析をして対応しているというような状況ですね。はい、それについてはあれなんですよね、常に、その新人職員に対してテストをやってもらうっていうわけではなくて、その都度その都度こう、担当職員が考えられながらっていう形っていうことなんですね。そうですね、はい。あとはフロア、ちょうど後ろに写真写ってますけれども、はい、窓口のフロアをですね、職員が回った時に、気づいたこととかいうのは、みんなでどんどん寄せ合えるような、そういう空気感にはあるのかなと思うんですね。なるほど。例えばそのナレッジを、貯めておくようなシステムだとか、そういう掲示板的なものとかもあったりとかはするんですか。実はそのナレッジの共有のとかちょっと弱いところでして、システム化はできてないですね。先ほどの吉田が巨大な課題整理表を持っていて大きなエクセルの中に入っているような状況です。なるほど。でもいいですね、そういうのを貯めておくのはやっぱ素晴らしいことですよね。なおちゃん、なんか聞きたいこととかあったりしますか。はい、スライドの方でも結構たくさん今コメントいただいてるので、ちょっと私もなるほどと思ったのをいくつかピックアップしてもいいですか。はい、はい、ですね、事務局がワーキンググループやプロジェクトを回していく、進めていく上でのコツがあれば教えていただけますかというのと、抵抗勢力とどう向き合っていくかっていうのを、はい、っていうご質問あったのまさにと思うので、事務局運営のコツ的なところをお伺いしたいなと思います。はい、そういう脂っこい話して大丈夫ですか。そういうのを皆さん求めてると思います。ちょっとはい、すごい実態なところだと思うんですけれどもね。はい、まずよく外部から現場に入っていくと、なんかよそからいけてないことをいっぱい指摘されてるみたいに思われがちじゃないですか。はい、そうではなくて、その現場現場の困りごとをちゃんとこう拾ってみんなで議論するテーブルに載せているんだよっていうことの、アピールとですね、たくさんいろんなことを聞かれたりですね、もしくはこっちから言っていかなければいけないこともあるので、それぞれのその入っていく現場の業務の内容を、プロジェクトをやる側の人間がしっかりと理解をして、現場の人より知ってる状態になればいいのかなと思います。はい、なるほど。じゃあもうあれですね、事務局側も寄り添うっていう形をすごい大事にされてきたということなんでしょうか、ね。そうですね。あとは炎上することもありましたけど、炎上した時って吉田さんはどうしてましたか。はい、炎上した時ですか。炎上した時はどうしてたんですか。炎上案件ってあんまり ないような。ああ、そうです。そうですね。進行している途中から携わっている人でしたね。そうそうですね。初期の頃ってね、結構いろいろ、プロジェクトの立ち上げの時ってあったんですね。まだ形とか方向性とか定まってない中で、こんなのやりたい、こんなのやりたいって、こう、プロトタイプを作っていくとですね、こんなのやれるかみたいな話になるんですよ。はい、例えば今日紹介しなかったですけども、アナログでやってた時代に手続きチェックシートっていうのを作ってたんですけども、これを使って窓口関係課でみんなでチェックしよう、来庁者に対して手続きを案内する仕組みを作ろうといった時に、
まあ、なんでこんなことやるんだ、仕事増えるじゃないかみたいな話もあって、あの時はね半年ぐらい寝かしてましたね。うん、はい、そうするとなんかやっぱりこれいるよねみたいな話になってきたのでじゃあやろうかっていうことは確かにありました。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。あのもっともっと実はですねお話をこう聞きたいことがどん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 聞けば聞くほど出てくるんですが、うんうん、 そうですね、そろそろみんなおトイレタイムとかをですねしておかないと、なかなか厳しい方も出てくるかなと思いますので、ちょっと残念ながらここはおトイレタイムに入っていきたいなというふうに思います。及川さんも吉田さんも本当に貴重なお話聞かせていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。それではですね、ここで一旦休息に入りたいと思います。ではここからは総論ではなく具体的な話で議論しようといたしまして、職員会さんで の意見交換のセッションになっていきます。進め方なんですけども、最初に全体でのインプットトークっていうのを10分ほど設けておりますので、東京都の篠さんよりお話をインプットトークを行っていただきます。その後、意見交換タイムということでブレイクアウトに分かれて意見交換に進んでいきます。合わせてですね、メインルームの方では座談会をしてまいりますので、 YouTube ライブの方もそのまま聞きながら引き続きお楽しみいただければなと思います。はい、質問などまたスライドの方に引き続きお願いいたします。そうですね、はい、お願いします。じゃあよろしいですかね、インプットトークいっちゃっていいですかね。はい、じゃあ、前の方でもお話しいただきましたが、東京都の星野様より、自治体 DX、 今度は人事の DX も含めて、お話をいただきたいと思います。じゃあ星野さんよろしくお願いします。はい、でしょうか。はい、わかりました。ちょっとインプットトークということで大役を仰せつかってしまってですね、ちょっとふさわしい内容かどうか少し心もたないなと思いながらですけれども、私たちの方で考えております東京都の人材育成のこれからを考えると題してちょっとご説明させていただきたいなというふうに思います。先ほどちょっと私自己紹介してでも話し始めてしまったんですけれども、今ここに現れております通り、ですね、今は東京都のデジタルサービス職というところで働いておるんですけれども、昨年度までは私総務局の人事部というところにおりまして、まさに人材育成ですとか職員採用とかですね、そういったところの業務に携わっておりまして、その際にですねこの東京都の人材育成の DX も絡めてどういうふうに考えていく必要があるんだろうかということをですね部下と一緒に、考えて議論していたものについて少し触りの部分をですねご説明させていただけないかなというふうに思います。それでは、始めさせていただきます。課題認識というところでですね、これは昨年度人事部の方から各局にヒアリングを行ってですね、いろいろ寄せられた意見というところでございまして、職員研修というものを東京都においても、または他の自治体様においても、たくさん実施されておられると思います。これは別に DX に関する研修という意味じゃなくても、さまざまな研修を実施されておられると思うんですけれども、やはりこのコロナという影響の中でですね、なかなか集合で人が集まるということがなかなか難しいので、研修が実施できなかったというのが昨年度の東京都の実態としてございました。そうすると何が起きるかというと、ここにある通り、集合研修がないと横のつながりがなかなか作れなくて困る。これは特に新任職員とかは特にそうでございまして、新規採用で入ったんだけれども新任研修で人がなかなかこうみんなで集まることができない、そうすると同期の仲間の輪がなかなかつくことができないみたいな、そういうふうなことがあれつつあったりしました。それから出勤抑制でこうテレワークというものを都庁もたくさん推進しておりますけれども、そうするとなかなかこう職内でのコミュニケーションが難しいよとかですね、あるいは、スカイプとかを使ってオンラインのミーティングでさまざま実施しておりますけれども、じゃあそういったものを実際に使って研修を実施していくとなるとどういったこう手段の対応が必要なんだろうかとかですね、あと右下にございますが代替実施、これは昨年度私たちの方ではですね緊急避難的にもう集合で人が集まれないという中でもやはり研修そのものは育成の観点からしなければならない、という時になかなかじくじたる思いはございましたが、研修資料の配布でですね研修という形でやむを得ず実施するというふうな対応を取ったこともございまして、それで本当に必要な努力が身についているだろうか、そういったこう疑問というふうなものも投げかけられたりしていました。それから課題認識の2位ですね。こちらはですね、右端のところにございます通り、外部との、異業種交流研修というようなものにですね、都庁の職員も何人か参加しております。実は私も、そういった研修にですね、参加させていただいたこともございますが、
そういった場でこう民間の方とかですとかと一緒にお話をするとですね、左上にある通り民間の方とかですね、やはり都庁職員にはない熱量と積極性がある、この研修で何か持って帰ってやろうという、こう研修に生かされているという感じではなくて、せっかくここに来たんだからその仕事から離れているこの時間を使って自分に何か身につけて帰ろうという、そういう積極性がですね、非常に出てくるというところが大きな刺激を受けて、これは私自身も感じるところだなというふうに思っています。それから、右の例えば2つ目のところでいくと、同じような考え方の人たちだけで物事を決めていいんだろうか。行政職員というのはもちろん多彩な職員もおりますし、多様な職種の職員もおるというところはあるんですけれども、都庁の中でずっと働いてきている職員というのは当然ながらあってですね、同室同職員というのが多いところもあるのかな。そこにこう外部の方とですね、一緒に研修に臨むとですね、全く違う物事へのアプローチ、物の考え方をなさっていたりなんかしてですね、そこからこう都庁の職員でいろいろ真面目に考えてはいるんだけれども、違うアプローチで考えると違う景色が広がるということをですね、非常にこう刺激を受けるというふうなことがあったりしました。あと左側の下のところで言いますと、課題を待ってるんじゃなくて課題を設定して解決するんだと、自分でこう課題を、与えられて、それをどうするかってことをどうも行政職員、私も含めて考えがちだったなと自戒する部分もあったりしたんですけれども、いやそうじゃないんだと、物事があったときにじゃあそれをどういうふうに課題を見出して解決していくのか、そういうふうなことを考える力っていうのも重要なんだよねみたいなことも、いろんな意見として聞かれていたりでしたというようなことがあったかなと思います。こういったことを踏まえるとですね、人材育成の部署の方から、研修メニューをいろいろ提示して図ってきたというのが、今もこれからも実施されていくものではあるんですけれども、ただそれだけで全てをカバーしきれるんだろうか、職員が自ら考えてキャリアを切り開いていくということも必要なんじゃないかということを仮説として考えられるんじゃないかなというふうに思っています。東京都の人材育成に対する考え方をマインドチェンジしていく必要があるんじゃないかということでですね、今申し上げたことからいくと、組織が主体の人材育成、職務として行く、あるいは生かされる研修というだけではなくて、職員が主体になって自ら研修を選び取っていく、私はこういうふうなことを学び取っていきたいからこの研修を受けに行くんですというふうな考え方に変わっていってほしいなというふうなことも含めてですね、マインドチェンジを図っていきたいというふうに思っていまして、そのための手法としてですね、で下にある通り LMS という、ラーニングマネジメントシステムというふうなものを部長としては今後導入をしていこうと、今準備を今進めている最中ですけれども、そういったものであるとか、あるいは右側にあるような集合研修についても今後も実施はしていくものの、実際にリアルに集まるのかコロナ禍の中ではなかなか難しいという中においては、オンデマンド化、オンライン化、あるいは先ほども、ご紹介した自己啓発については外部のオンラインコンテンツを活用するとかですね、多様な、活用の仕方があるんではないかなというふうに考えているところです。e ラーニングシステムというものから LMS へというふうにここに書いたんですけれども、e ラーニングそのものについては、都庁においても、これは R2 で、R2 稼働というふうに書いてございますが、ちょっとたまたまシステムを新しく入れ替えたタイミングということで、R2 稼働というふうになっておりますが、e ラーニングそのものはずっと前から都庁においても活用はしてまいりました。ただ、どちらかというと、こういったパワポをですね、紙芝居形式でずっと眺めて、最後にミニテストがあって終わりというところで、それ以上の機能というものはなかなかこう e ラーニングの中では活用しきれていなかったのかなというふうに思っています。今後はですね、動画を含む e ラーニングを配信してみるとかですね、あるいは自己啓発のコンテンツを配信してみるとか、受講歴などもこの LMS という学習管理システムの中で管理して登録していくというふうにですね、機能を拡充していくということを考えられないかなというふうに思っているところです。これからの人材育成、一応ここから1番から4番まで考え方として載せているんですけれども、まず1番としてはですね、これからの人材育成のキーワードとしてブレンドラーニング、先ほど載っておりましたが、集合型の研修とオンラインの研修、教育というものを組み合わせて最大化していく。あとでも登場するんですが、人が実際にリアルに集まる、リアルに集まるからには、そこ生身でやり取りできる、コミュニケーションできるということに一番の強みがあるので、そういったことに特化した研修にして、知識を植え付けていく、知識を学び取るものについては、e ラーニングにおいて、うまく時間と場所を選ばずに学べる環境を両方構築していくと、そういうふうなことが考えられているのかなということがあります。それから、マイクロラーニングということでですね、これも、e ラーニングでですね、30分とか1時間とか結構長いものをこれまで都庁では提供してきたんですけれども、そうするとなかなかこう職員の方がですね、一口に言うと受けるのが大変めんどくさいみたいな、そういうふうな声が聞こえてきたこともございました。これに対する対応として、多忙な職員であっても5分程度の動画でこう細分化して、ちょっとずついつでもどこでも学べるというふうな環境を作っていくということが大事なんじゃないかなというふうに思っています。それから最後にタレントマネジメントということで
それで、本当はタレントマネジメントはもっと大きな概念かなとは思いますけれども、まず省庁としてはスモールステップではございますが、職員の研修受講歴とか自己啓発の実施状況などをですね、これまで人事のシステムの方に職員が転入力でこう、人事担当の職員がですね、転入力したりしていたところはあったんですけれども、なかなかこう網羅的に管理しきれていなかったというところがあったかなと思っていまして、これを先ほどの LMS において受講したらデータが自動的に溜まっていくというような形にしてですね、職員がどういった育成が辿ってきた職員なのかということが組織側もあるいは自分自身も可視化できるような形を作っていくことによって、新しい育成のあり方というのを実現できないかというふうに思っています。それから、2つ目ですね、さっきもありました集合研修のオンデマンド化オンライン化ということですけれども、これまでの研修というと集合研修が中心であったということで、座学が中心あるいは特別的な講義をですね、みんなで一緒に大教室に座って聞く、そういうふうな形の研修がメインだったところはあったんですけれども、知識の習得は e ラーニングでできるじゃないかと。集合で人がせっかく集まるのであれば、そこは双方向型でこうワークショップとかですね、グループワークとかそういったものを主体にした研修に置き換えていった方がいいんじゃないか、そういうふうなものを実現していきたいというふうなものになっています。それから下段の自己啓発のコンテンツ化、これは民間学習コンテンツの導入とありますけれども、これまでに都庁でもですね、自己啓発支援ということで、さまざまな資格取得のことも含めてですね、大学公開講座とか通信講座とかを受講するような形を取ってきたんですけれども、それはそれでもちろん多彩なコンテンツがあるのでよろしいんですが、今はこのネット社会においてですね、オンライン上の学習コンテンツというものも充実してきておりますし、そういったものについては日々こう内容そのものもアップデート化していくという状況もあるのかなと思っていまして、それを LMS を活用してですね、いつでもどこでも学べる環境というものを職員にも提供していきたいなというふうに思っているところです。また研修自己啓発支援の在り方に合わせて組織職員の人材育成に関する意識も変革していきたい。職員側からすると、研修がですね、担当者の方から、何月何日こういう研修があるので参加してくださいというふうにして、じゃあその日はそれで研修受けに行かなきゃいけないんだという感じでこう受けていくというのが、メインだったところがあったんですけれども、そういった形だけではなくて、システム側からさまざまなこういったメニューがありますよというふうな案内がですね、いつでも見ることができる。それを踏まえて、自ら選びたい研修を受講しに行くとかですね、先ほどの自己啓発のコンテンツを自ら登録することによって、自ら学びに行く、そういうふうなこともできるようにしていきたいなと。あと、ちょっとすみません、時間をしていますが、所属長の方もですね、研修受講歴、職員がどういうふうなものを受けているのかということを把握した上で、あなたはこういうふうな方だったら、さらにこんな研修も受けるともっと役に立つと思うよということをお勧めできる、そういうふうな環境を作っていけたらいいのかなというふうに思っています。まとめるとですね、こういうふうな形で、バーチャル研修所と、リアルの研修所というふうな感じに書いてあるんですけれども、それぞれがこう相互に強みがあるかなというふうに思ってまして、どちらもの相互の強みを生かしながら、職員の研修が変わっていくという環境を構築できるといいかなというふうに思っているというところでございます。で、なぜこのようなことを考え始めたかと、ちょっと少しだけ、ネタバラシのような感じではあるんですけれども、ATD という人材開発国際会議というものがですね、毎年アメリカとかでおいて開催されているものがあるんですけれども、これはおととし、確か、ワシントンで開催されたものがございましてですね、私ですね、実は出張という形で講演のことに行かせていただいたことがございました。さまざまなカンファレンス、セッション等々がございましたけれども、その時に見たのがですね、先ほどもご紹介させていただいたマイクロラーニング、あるいは、UX の観点からの研修ということで、ゲーミフィケーションといってですね、研修にも体験型、エクスペリエンスをイメージしたものが重要なんだとかですね、ブレンドラーニングというふうな考え方が重要ですよというふうなことが、さまざま触れられていたことに触発されてですね、それを持ち帰ってきて、都庁の考え、職員育成の考え方というものをこういうふうに変えていった方がいいんじゃないかなというふうなことを、先ほどのような形でまとめさせていただいたと、そういうふうなものでございました。すみません、ちょっとまとまれない感じだったかもしれませんけれども、最初の私からのご紹介とさせていただきます。ありがとうございました。じゃあ、あれですね、これからは Zoom の参加者の皆さんが、まずはブレイクアウトに入っていく感じになりますね。ブレイクアウト、YouTube 側の方ではですね、先ほどなおちゃんからも言ってましたけど、これから座談会に入りまして、でブレイクアウトっていうのはですね、個別 の, 議論っていうか、皆さんでお話できるっていう、実は場を設けてるんですが、次回以降ですね、こういうイベントありましたら、ぜひですね、Zoom の方に参加いただくと、ブレイクアウトの、議論の方に入っていけますので、ぜひ皆さん、次回以降は Zoom の方で申し込みいただければな、興味ある方は申し込みいただければなと思います。早速なんですけど、はい、僕一発目からちょっと質問してもいいですか？東京都の今お話を聞いててですね、ちょっとやっぱりこう大都会コンクリートジャングル
あの山と川しかないんで、こっちは。山と川で、はい、あるんですけど、その、あの、自分の町を別にけなしてるわけじゃないですよ。こう自分の町の T シャツを着てるぐらいですからね、僕ね。森町。はい、森町の T シャツ着てますけど。あの、ちょっとやっぱですね、大きなところは違うなと思ったんですけど、こう民間との協業って、あったじゃないですか。この研修会の中でも、うん、民間との協業って話あったと思うんですけど、なんかですね、僕らみたいな小さな町とか、まあ、もしかしたらその都道府県庁以外の町はそうなのかもしれないんですけど、なんか民間と協業するってなると、なんか背徳感っていうか、いやこれやばいんじゃないのみたいな、なんか背徳感はい、あったりとかするんですけど、あのそういう東京都庁だとかっていうところはやっぱりもうもっともっとそういう民間さんと一緒にやっていけよっていうその風土があったりとかするんですかね。ありがとうございます。そうですね、あの都庁においてはまあ、確かにあの民間の方とお話をする、まあ、その背徳感という表現があるかどうかは分かりませんけれども、あの、まあ、公務員という立場からすると、あの民間の方とやり取りをするときにこうやっぱり一線気をつけなければならないとかというふうなところについては、あの、まあ、もちろん私たちの方でも持っているところはございます。ただ一方で結構ですね、あの民間との交流というものをあの促進していこうということは、あの今私がご紹介した、まあ、今後のというふうなことだけではなくて、結構、前々から言っておりましてですね、それこそ平成29年度ぐらいにはあの人事交流を進めていこうという指針をなど立てて、あの民間とのこれは研修、お互いに研修派遣をしましょうみたいな形でですね、促進していこうというふうなことを進めてまいりましたし、あと、まあ、DX に絡めていきますと、あの、まあ、皆さんもご案内かもしれませんが、あの民間からのご経験をお持ちの方がですね、あの任期付きというふうな形で、あの町内で、特に私のデジタルサービス局なんかですと、もう十数名の方が働いておられるというような感じですね、結構比較的に、あのもちろん何万人も職人もおりますので、すべての職場というわけではございませんが、うん、あの比較的あちらの職場にはその民間から来た方がいるんだよねとか、そういうふうな状況があったりもするのかなというふうに思いますね。そうするとですね、あのちょうど今回の司会とですね、あのファシリテーターになっている砂川さんもだと思うんですけど、あの奈緒ちゃんも砂川さんもこう行政側の方にこう入っていったりとかしてるわけじゃないですか。特に砂川さんに至っては、3年間でしたっけ、神戸市役所の中に入っていって、はい、うん、あの実際そういうところに入っていって、まず一発目、自治体ってこうなのとか、そのカルチャーショックっていうか、何そういうのを受けたりとかしてましたか。いや、そうですね、あの私2017年から神戸市役所に入庁、あの入ったんですけども、やっぱりあの LG1 が導入された時期だったのであ、ここはあの某隣の国あ の,、ね、のようだなという、あの海外留学してたので、あの中国の、ね、友人もいて、いやうちは Google が使えないんだよね、だからあの仮想環境立ち上げないとダメなんだよね、ははって言ってたんですね。あ、これやって思ったような印象がありますね。まあ、ただですね、やっぱりまあ、そういったもろもろ理由があるってところを理解していくと、まあ、こういう根拠でその時の事情がこうだったから今こういうふうに使いづらいんだなっていうのは、まあ、まあ理解はできたかなと、そんな感じがしますね。うん、やっぱり不便だっていうのはあるんですけども、まあ、理由があってそうしてるっていうのが分かると少しだけ優しくなれたっていうところがあるので、やっぱりそのなんでしょう、中の人というか、職員さんから、まあ、こういう事情があってこうなってるんだよみたいな、そういう説明みたいなのがあったっていうのは結構ありがたかったかなっていうふうには思いますね。うん、東京都はやっぱなんか噂によるとちょっとネットワーク使いづらいな。あのどんな感じになってるんですか。ちょっと使ったりとかするんですか。あ、すみません、ネットワークが、まあ、なかなか、まあ、いろいろあるかなという、ね、なかなか言いづらい。そうですね、まあ、私もそのネットワークの専門家とかそういうわけではないので、あのうまく語れることがあれですけれども、確かに、まあ、今話にあった酸素分離みたいな感じで、あの仮想環境と物理環境とというふうな形で私たちの端末も確かに分かれていますので、まあ、日々の仕事を進める上で全く不便さがないかと言われれば、まあ、そういうわけではないところもあろうかとは思います。ただ、例えばこのコロナ禍の中で今私これもズームで入ってますけども、まあ、
そういったことが使えるような環境というものがですね、徐々に整ってきていて、先ほどスカイプで職員間が会議をし始めたということもですね、もう一昨年とかだと全く考えられなかったんですよね。それをもう今は職員同士普通にやっておりますので、もう慣れ始めると意外と早かったのかなと思っていて、さっきもとりあえずやってみるというのは、北見さんのお話とかもあったりしましたけれども、やはりそれが非常に大事なんだなというのを私も一個人としても感じてはいたところですね。そうですよ。なんか私自身もやっぱりこう、いろんな感情は当然自治体職員としてもありますけども、大きなところだとか都道府県さんがやっぱり率先してこう進んでいただけると、我々基礎自治体の方もですね、おのずとこう引きずられるっていう言い方したらちょっとあるかもしれないですけどもこう引っ張り上げてもらえるっていうことがあってですね、すごくどん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 やはりそういう規模の大きなところでですね使っていただいて、そういうところから情報が来るとすごくいいなっていうやっぱ感じは常にしてますね。ちなみになおちゃんはあれですよね、行政職員っていう形ではなくて、そうですね、委託みたいな形で入ってる。そうですね、はい、私自身はコードフォージャパンの立場で市から委託を受けてっていう形だったので、ちょっと砂川さんとは形態が違います。そういうその立場でやっぱり、行政に入っていくと、その文化の違いって何かあったりとか、ここって共通言語で喋れてないなとか、そういう経験とかってあったりしますか？そうですね、文化の違いはたくさん感じて、こちらとしてはこう進めればいいじゃないかっていう結構理想的なことを、コンサル的に受け負ってるのもあって、言いがちなところはあったかなとは思うんですけど、やっぱ自治体さんは自治体さんの事情がやっぱすごくあって、その原価とのコミュニケーションの仕方とか、どういうふうにこうちゃんと上の方に上げていって OK をもらってやっていくかみたいなところにすごく難しさを、感じた感じがしますね。やっぱ進め方をちゃんとこう尊重しなければいけないなという形を感じましたね。その辺あれですよね、こう内部にこう通訳できる方っていうのがいるかいないかっていうんで全然違うなっていうのは私も感じましたね。なんかさっきの北見市さんのところで、その体制をこうがっちり組まれて事務局をちゃんとこう整えられたって話も聞いていて、なるほどなというふうには思いました。やっぱ一部局でやるには結構しんどいところもあるんじゃないかな。そうですよね、やっぱ横断してそのプロジェクトとして立ち上がってないと、このいわゆるそのDX 関連ってなおさらきつい感じはしますよね。それはそうだと思いました、本当に。トップの方がちゃんなんでしょうね、お墨付き、自分たちがやってるその業務改善がお墨付きをもらえるかどうかっていうのはすごく大事なことなんだろうなと。普通にやってしまうと単に仕事が増えるだけじゃんって、日々忙しいのにっていう皆さんね、一生懸命毎日やってる中で、そこにモチベーションどう見出すかっていうのは、先ほどの東京都さんの、人事の話も含めてどうモチベーション付けていくかって、北見さんの話もすごい興味深かったですね。モチベーションといえばあれでしたね、東京都さんのこの職員のスキルの可視化ってタレントマネジメントすごいいいなって思いましたね。なんかやっぱ埋もれているって言い方していいのか分かんないですけど、この埋もれている才能だとかそのモチベーションをそのままこうともすれば反乱分子になりかねないじゃないですか。モチベーションが下がってしまって本当はやる気があるのにっていう方って実際行政内もたくさんいらっしゃるのに、それをこういうふうに可視化していくっていうのはすごくいいなって思ったんですけど、これはなんでこれをやろうとしたんですか？そうですね、ありがとうございます。これもなかなか難しい、理想を高く掲げているところもあるのでこれからなのところはあるんですけれども、例えば都庁において DX 進めていこうってなったときに、先ほど申し上げた通り外部民間から来ていただいている方もたくさんいらっしゃったりもするというところはありますけれども、当然ながら職員自ら進めていかなければならないわけですよね。でその時に、今まさにお話にあった、実は都の職員の中にもそういったスキルを持っている人って
いるかもしれないとかですね、あるいは、身につけていったものが実際どういったスキルを持っている人なんだろうかっていうのは、まあ、移動していくとだんだん分かんなくなってしまうっていうようなところがあるかもしれない、うん、それをこう可視化して残して、まあ、それこそデータ化していけると、あ、このプロジェクトをやるというときに、まあ、属人的になってしまってはいけませんけれども、 あの方実はこのスキル持ってるよねとかっていうふうにこう分かるようになるとですね、お互いに仕事が進めやすくなるみたいなことがあるんではないかなと思ってて、そういった形になっていくことが、望ましいんじゃないかというふうに今思っているというところですね、うん、そうですよね。こう属人は良くないけどって、やっぱ我々行政ってどうしてもこう枕言葉かのように言ってしまいますけど、属人的であることが悪ではないですもんね。やっぱりそのスキルを持っているのであれば、その方やっぱプロに任せるっていうか、得意な方にやっぱやっていただいて土壌を作ってもらうっていうのはすごく重要なポイントかなって僕もこの頃思うようになりましたね。そうですね、うん、なんかこうタレントマネジメントみたいな話で言う、それこそあの小さい自治体とか、まあ、あのタックのとこだと、それこそ一人で上質やってますとか、一人でなんか一人二人で企画やってますみたいなところの人って、なかなかこう何でも屋さんみたいになっちゃって、そのスキルの棚卸しみたいなのがないのかなと思ったりしていて、まあ、そういった時にもこうやってあのタレントマネジメントっていうか、まあ、スキルの棚卸しみたいなのをやっていくのってすごいなんか意外と大事なのかなという気はしました。なんか通貨でね、あのなんとなく合ってるけども、改めてじゃあなんでしょう、マーケティングのことも実は知ってましたとか言えるとね、なんか、うん、え、そうなのみたいな、うん、気がしますね。なんかそのタレントマネジメントにあの紐付けて、それこそさっきあの北道さんもおっしゃってましたけど、こう新人職員が窓口を経験するっていうのが、あのさっき質問したらそのプロジェクトの開始の時にしかちょっとやってなかったっていう話はされてましたけど、それを定期的にやりつつ、でも定期的にその職員がそれをやり始めちゃうと、どうしてもただ単純なこう機械的なものになってしまうから、そこでなおちゃんみたいに外部で委託された人だとか、まあ、砂川さんとかみたいに3年間任期で入ってる人たちがそのプロジェクト、その業務を経験するためのコンテンツ作りとかっていうのをしっかりとやってもらえたりすると、もっともっといいその環境作りってできるのかもしれないですよね。うん、確かにその外部の役割、そして内部で その人材育成、内部でどうやって内部の人も必要だっていう中でどう育成していくか、外部の人はどういうふうに活用すべきなのかみたいな、うん、なんかそこでこうなんかあの思ったのはですね、実は内部の人も言えなかっただけで思ってたみたいなのが結構あるんじゃないかなと思って確かにありますよ、ね、いやなんか私が最初にその外部人材ここが変だよみたいなことを言ってほしいんですって言われたんですけども、なるほど、うすうす皆さんうすうす感じて知ってたでしょみたいな、そう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 ね、代わりに高めの内角高めのボールを投げてあげるとか、うん、ちゃんと打ち返せるようなやつね、うん、当てちゃうと大変なので、そういうのはああいうふうに言っていいんだとかね、ああいうふうにやっていいんだみたいなのをこう外部の人がやるっていうのは一つ意味があるかなって気がしますね、うん、はい、きっかけ作りですよねやっぱりね、うんうん、あえて空気読まないでそういう自分を演じるっていうのを僕も経産省の時はやってましたね。だから僕もあの持ち歩くパソコンにベタベタシール貼るのって実は好きじゃないんですけど、わざとそれをやって省内を歩き回ると、 なんか変なやつおるぞとそれが普通になってくっていうのはちょっと時間かかるんだけど、4年半いると変わってくんですようそれはね、そういう風に使うっていうのはありかなと思いますけど、ちょっとね2年3年だとマインドとかカルチャーって変わんないんですよね、うん、なかなかそこが難しいですね。外部ってやっぱり1年とか2年とか短期的にこう助言を欲しいとかアドバイスして欲しいっていう風に予算措置されるってこと多いと思うんですけど、3年とか5年とかって考えて外部の人材を取ってくれるかというと、そこはなかなか難しさがあるのかなという気がするんですよね。うん、でもそれが内部の人と違うというか、外部の人材がマイルストーンとなって、うん、なんかくさびみたいな形でカルチャーをつないでいく人になれるじゃないですか。あ、確かにそれはありますよね、うん、
職員さんやっぱみんな入れ替わっちゃいますからね、下手すると。あ、そうです、ね、豊岡さんも豊岡市さんもね、あの話の中で景気づけってやっぱおっしゃってましたもんね、うん、それはコードフォージャパンさんの、がきっかけになる。コードフォージャパンさん距離感あるな。森町はい、森町、はい、景気づけっていうのはすごく重要なポイントだよなと思いますよね。なんか景気づけで、あ、はい、あ、どうぞどうぞ。さんもなんか今日森町の T シャツを着てくださってるみたいで、ありがとうございます。ローテクです。はい、ローテクです。いや、意外とローテクが大事だよねっていう話ですよね、でもね、本当に。そうですね、あの先ほどの、やっぱあの皆さん、本日事例で発表してくださった方々もそうですし、あの今の東京都のこの話もそうですけど、結果やっぱ人だよねっていうところにはなってますよね。うんうん、やっぱテクノロジー、そのデジタルトランスフォーメーションを使って、いろんなものをこの効率化だとか、あの今までの常識をちょっと覆したり、ちょっと変わった視点で見て変化させることによって、その人の付き合い方だとか人の動き方を根本的に変えようよという、結局やっぱ人っていうところを主語に持っていくっていうのはすごい重要なポイントなのかもしれないですよね。おっしゃる通りですね。だからこそ人事っていうのもものすごく実は重要でっていうところですよね。やっぱりデジタルツール使えば DX じゃないですからね。デジタル使っていこうっていうマインドに人を変えていかなきゃいけないってなると、やっぱそこって HR の領域なのかなってなってきますよね、本質としては。要は楽しようぜっていう話なんですよね。なんかそう言っちゃうとみんな、うん、いやいやいやってなると思うんですけど、あの楽して、その空いた時間で何をしようかとか、あの今までこれってよくよく考えてみたらただの修行だったよねだとか、うん、穴下ろししましょうっていう話な感じはしますよね。うん、確かに確かにですね。マインドを作ろうっていう、まあ、そういう研修とかで、まあ注入するっていうのも大事なんですけども、じゃあそれをやってみてですね、職員の方から意外と、まあ、分かった、じゃあどういうスキルが必要なんだとか、どういうツールがあるんだとか、その使い方を教えてくれみたいな、そういう声もあったりなんかしてですね、うん、結局その行ったり来たりしながら、あのやってまずやってみようっていうのも、そういうところから通じるのかなと私も思ったりもしましたけれども、あのそれで実際やってみて、あ、だからこういうふうに考え方が変わってっていうところと、こう行ったり来たりしながら、ちょっとずつこう螺旋を描くように上に上がっていくみたいな、なんかそういうのが、うん、今なんとなく私の頭の中でイメージされているところですね。うん、そういえばあの冒頭の方のお話でベテラン課長向けの研修っていう話が、うん、思うんですけど、めちゃくちゃ気になりました。ともすればそこが、ね、抵抗勢力になる可能性をはらんでるというところですね。うん、そうですね、まあ、まだちょっと今年初めてやるのでどういった反応があるかというのは私もまだわからないところですけれども、そうですね、これからでもあります。ただ、一応今予定しているのはちょっと私も人事部を離れてしまったのであれですが、あの少し聞いてみたところによると、1日かけて、結構がっつりとあのデジタルのことについて勉強するというふうな形で、まあ、勉強というとあの詰め込みのように考えられるかもしれませんが、あのやはりこうワークをしてみるというのが一番大事なので、あのワーク型の研修で1日かけて、あのそれこそ、まあ、そういうツールがこういうものがあるということも含めて、あるいは結構重要なのがさっきもあの話に上ってたデータですね。データって大事なんだよっていうことをあの学ぶみたいな、そういうふうな研修に仕立てていこうとしているようなので、あの何かつながっていくといいなと私も思っているところです。うん、それをオープンにしてくださいよ。であの、はい、で使いたいなって今思いましたけど、結局あれですよね、今日本全国場所なんて関係なくて、やる仕事も一緒になってくるし、基本重要な業務でしたっけ、共通化されていってとかっていうんだったら、マインドセットはみんな共通の認識持たなきゃならないんだったら、あのぜひ東京都のそのなるほど、なるほど、確かにいいですね、いいですね、いいです、他の町に、じゃあいいです、あのまず最初に北海道森町で利用してみますから。誰なちゃんとフィードバックも公開されてやりますんで、いいですね。でもそうなってね、東京都さんでやってることが森町で適用できるんだったら、もう適用できないとこないよね。なんだったら冬の間ね、スノボをやりながら、あの東京都の仕事を森町でやるっていうのも可能ですからね。おーバーケーション、あ、それ選ばずって、あ、それはあれでしょ、今 副知事を意識したでしょ、スノボ
晴れました。呼ぼうと思ったでしょ。いや、来るかなとかって思って。ちょっとあの皆さんにお伺いしたいんですけども、うん、そのまあ管理職の方々、まあ、スキルとかマインドセットっていうのはあるんですけども、その関係性というか、まあ、あのちゃんと言わなきゃいけないことを言う、下から上に上げるとか、まあ、それを上長の方がきちんと受け止めるとか、そういったところ、まあ、あの専門的に言うとなんか心理的安全性っていうんでしたっけ、まあ、そういったところも実は DX にすごい関係があるのかなと思ってるんですけども、まあ、あの確か、東京さんの課題一覧のところにもなんかそういったところがあったかなと思っていて、何か何でしょう、今後どういうふうな取り組みをしていくとか、あの方法困ってるとかもがいてるみたいな、そんな話があればお聞かせいただけますか。そうですね、ちょっと難しいご質問ですけど、確かに心理的安全性っていうキーワードは結構重要なのかもしれないなとは思いますね。あの、お答えになっているかどうかは分からないんですけれども、あの私もここに表示されている通りデジタルサービス局というふうな形になって、まあ、今年から初めてできた組織ということで、あの DX に、取り組んでいこうということで、まあここに在籍した職員やってますけれども、あの新しくできた組織ということもあってですね、じゃあどういうふうに進んでいけばいいんだろうか、できか進めていくっていう、そのことはあのみんなで共有してたとしても、あのじゃあそれを一人一人の仕事にブレイクダウンするときにどういうふうにやればいいんだろうっていうところでこう戸惑っているのもあるんじゃないかな。そこの時に非常に重要になってくるのがこの関係性っていうところだったりするのかなと思って、実は、これから考えなきゃというふうに思っているところの方がメインだったりしますですね。すいません、ちょっとあまり具体のお答えになってはいないですけど、いやでもここは多分今ね、誰も答えを持ってない領域かなと思っていて、あの誰か教えてくれんかなって思ってるところだったりします。はい、いやなんか私と、まあ、もっと上長の、まあ、森さんという人がいたんですけども、関係性で言うと本当にこう、まあ、ズバズバあの私が指摘してもうんっていう感じで受け止めてくれるみたいな、まあ、それがなんでその森さんがそれができたのかっていうのを本人に聞いてみたいところですね。うん、なんかあのちょうど今日別件でですね、あの全く違う話、文脈の話ではあるんですけど、あの議員さんっていうのがあの、まあ、町会議員だとか市会議員さんだとかっていうのも、ある意味こうプライド職って言ったっけな、そのプライドをこうなんか傷つけるじゃないですけど、まあ、そういうのはやっぱり嫌がるよねっていう、うん、まあそりゃそうだよねっていう話なんですけど、それ公務員も同じかもしれないですよね。だから今まで私たちが信じてた手法を否定されてしまうと、うん、あの何お前らそれ分かってんだよとかってやっぱり言ってしまいがちとか、それってあの町外、町外ってその庁舎外庁舎内でも町内であったとしても部下上司の関係性で常にそれが起きてる感じしてて、それがやっぱりその自分たちの信じてるその信仰を阻害されるっていうか、あの否定されるってやっぱりその安全、心理的安全性がこうなくなってしまう要因っていうか、すごい難しいやっぱポイントかなと思いますよね。なんか今日さ、今日来てる吉本さんのフェイスブックだったかな、フランス料理の話題でそれを説明してるのを書いてたよね。ありましたね、それね。フランス人シェフと日本人のフランス料理のシェフと、うん、まあフランス人の方がフレンチは俺たちの方が分かってるぜみたいな、だけどそれっておかんの味じゃねみたいなだけど日本人シェフは結構ちゃんと真面目に修行してきてるのに、フレンチ俺たちに分からせると、日本人の下のことは俺たちが一番よく分かってるんだからって言うんだけど、ってじゃあどうやってフランス料理の標準化するんだっけみたいな、うん、みたいなのがねっていうのが結構面白いなと思ったんですけど、うん、それに近いかなというか、マウントの取り合いだよね、割とね、言い方なんじゃないかなと思うんだけどそれ言えて妙ですよね、もう、うん、マウントの取り合いってもうなんか、なんなんでしょう、なんでマウント取り合うんでしょうね。まあ男はそういう生き物だよね。あ、こういう言い方しちゃいけないのか割とそういう傾向強いなと思うんだけど、別にそこってマウント取る必要もなくて、いろいろな考え方があって、ね、あ、そちらの考えがそうなんだけど僕たちもこういう考えなんだから、じゃあその落としどころを探していきましょうっていう、きっと議論になればいいんでしょうけどね、そこってなかなか行きづらい
っていう感じがします。なんか そうですね。その時にこうね、自分の正義を振りかざすっていうか、やっぱりユーザー目線でっていうのはそこにあるかなと思っていて、あの、ユーザーさんのことを考えた時に最適な方法っていうのをお互いこう議論するっていうのが一つ、まあ、あの、使える考え方かなと思ってて、だって正義は向こうにあるんだからっていうと、それこそ専門職の方々とかも確かにっていうふうに聞いてくれる気がするんですね。やっぱユーザー目線じゃないとダメだよねっていうところですよね。デザインデザイン、うんうん、これについてはまたあれですね、別途あのコンテンツを作ってあのやりたいところですね。いや、そろそろブレイクアウトからお戻りになられてますので、僕はちょっとじゃあ顔を引っ込めますね。ありがとうございました。なんだかんだ言って結局そのね、いわゆるね、あの人同士のいがみ合いみたいなところが改革にはつきものだと思うんで、そこが一番悩まれるんじゃないかなという気はしますね。やっぱあのどの方の今日のお話聞いててもその抵抗勢力的な言葉って必ず出てきましたもんね。うん、でもその抵抗している方々も別に悪いわけじゃないですか。悪いわけじゃないですね。そこの落としどころをどうやって作っていくかっていうのをやっぱりこの DX の中では考えて、やっぱそれを乗り越えていくのがあの社会に対してインパクトをこう与えるっていうか、こう変えていっている面白さでもあるのかなっていう感じもしますよね。うん、確かに、はい、そんなこんなであれですか、あの我々が、これはですね、うん、はい、あの盛り上がってるうちにブレイクアウトもそろそろ終わったんでしょうか。はい、皆さんお戻りですので、はい、じゃあ、UFO の今村さんのチームいかがでしょうか。ちょっと簡単に3分ぐらいですかね。で、内容をちょっと共有いただけるとありがたいです。はい、はい、インフォラウンズの今村です。ブレイクアウトセッションでは、神戸市の森さんと、北見市の吉田さんがいらしてくれて、あと古道ジャパンの岡本さんと2人で、ファシリテートさせていただいたんですけれども、すごくあのその人材 DX って言ってもですね、あのすごい神戸市さんはあの、まあいろいろサイトを立ち上げたようとしていたりとか、あの準備を進めているということで、るんですけど、まあ、北見市さんの方では、まあ、そこまで行ってはないんですけど、もうとにかく日々の課題をあの解決していくっていうのに、まあ、今必死だということで、でもそこでですね、あの それ自体がもうすでにあの課題が集まって課題を片付ける意欲があるっていう時点で、それはもう、うん、立派な人材育成であり DX なんじゃないかっていうので、あのすごくいいお話でしたね。あの DX のポイントはですね、 D じゃなくて X にあるっていう名言が飛び出しまして、うん、で、はい、そんなところですね。はい、はい、以上です。ありがとうございます。はい、あ、岡本さんから何かありますか。大丈夫です。あの、そうですね、いろいろと DX に出会ったり、あの人材育成であっても、結局そのおすすめをこうコンテンツであっても、あのおすすめをどんどん人伝いでしていく、この動画を見たら結構この、 あのツールについて学べるよみたいなお話であったり、この課題についてあの職務移動があった時にそこのお話をするみたいな、そういった部署間を超えたり、あの上司部下でのやり取りっていうのがすごくそこの基本的なところに土台になってくるのかなというお話はすごく印象的でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは次のルームで、兵庫県の近藤さんのルームはいかがでしたでしょうか。あ、兵庫県の近藤です。あの小林さんと一緒やったんで小林さんに振られるか思ったんですけど、油断してたんですけど、どうしましょうかね。あ、ご一緒にいいね。あ、じゃあちょっとだけ僕言って小林さん不足あったらお願いできますでしょうか。はい、すいません。はい、こちらではですね、まあ、自治体で
DX 推進している部署の方と総務省の方で参加だったんですけども、職員のマインドセットをどうやって変えていくかみたいな話の中で、トップダウンで結構トップの方が旗振って、ビジョンも掲げてやっていくっていう進め方をして、管理職を対象に研修をしているっていう自治体の方や、そこではまだ若手までの研修が十分できてないっていうところのお話がありました。とかまたあと、BPR の研修を今職員向けに、手上げ式のワークショップをやってるっていう自治体とか、トップダウンでのそういう進め方っていうレイヤーの部分と、ボトムアップでの若手職員とか職員レベルに対象したいろんなやり方があるかなといった中で、これ私自身が申し上げた話でもあるんですけども、兵庫県においても県とか市町の職員を対象とした、現場の職員向けの、いろんな IT 活用の、見本市みたいなことをやったりとか、ハンズオンの研修っていうのを、動画でですね、いろいろと研修が今オンラインでできるようになってますので、結構そこでは参加者がたくさん参加されて、結構ボトムアップでの取り組みは進んできてるのかなみたいな話がありまして、アイデアとしまして、出たのが、そういったいろんな自治体が作っている、動画のコンテンツ、東京都さんがおっしゃってたそのマイクロ、マイクロの後忘れてしまいました、短い動画をっていうやつですね、そういうのを各自治体がいろいろと作っているものもありますので、そういったコンテンツをどっか寄せてきて、発信するっていう、そういうなんかプラットフォーム的なところあっても面白いよねっていうような話がありました。で、小林さん、ごめんなさい、サービスデザインとか後半のところとか、僕ちょっと弱いところなんで、お話いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、研修の話にはですね、なんかどうも総務省の方がちょうどいらして、教えていただいたんですけど、やっぱり、自治体向けのその研修プログラムというのを、大きく今後変えていく予定があるそうで、その中でやっぱり動画を主体に、オンデマンドでみたいな構想もあるというようなこともおっしゃってました。なんでそういうのも期待できるのかななんて思ってます。で、あと最後にですね、ちょっと時間切れになっちゃったんですけど、デジタル、DX と並んでですね、やっぱりサービスデザインみたいな考え方も非常に今注目が集まってきてますねみたいなお話がありまして、ただでもやっぱり今までその自治体の業務の中でそういうサービスデザインっていう考え方自体がまだまだ馴染みがない中で、これをどうやってその考え方広げていくんでしょうかみたいな話をしてまして、で、一つはやっぱりその、今自治体の中でいろいろなそのサービスの調達とか、システムの調達をやっていく中でも、基本的にはその、調達仕様の中にはサービスデザインに関わるようなところの要件というのは入ってこないので、なかなかその使い勝手の良さとかみたいなところが評価されにくい状況があると、こういったところは今後変えていかなきゃいけませんねみたいなお話もされていて、で、結構総務省の方はその辺もやっぱりその単年度の中でできることってのは限られているので、どうにかその複数年度で、定期的にというか常時改善していけるような、そういうような業務の進め方みたいなのを今後は検討していく必要がありますねみたいな、そういうお話もされてました。はい、はい、以上です。ありがとうございます。研修の教則化なども面白いですね。はい、ありがとうございます。ではもう一人ぐらいということで、神戸市の小坂さんのルームはいかがでしょうか。はい、はい、声聞こえてますか。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、神戸市役所の小坂です。うちのルームではですね、東京都の港区さんと、あと静岡県の掛川さんと、あと福島県の西会津町の、職員さん、このと私とで4名で、いろいろ話をしてました。で、うちとか港区さんって、これまでもいろ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 取り組みをやってきてるんですけれども、残りの2つのところは、今年からデジタル戦略室作ってこれからやっていこうみたいな、そういうような動きということなので、ここまで何をやってきたかとかっていうところと、あと、これから何やっていこうという思いと、そういうような2つの話に分かれた話だったのかなというのを理解してます。で、
港区さんからのインプットとしては、これまで、研修計画立てて、まずは管理職からそのデジタル化についてのあのマインドセットをインストールしていきましょうみたいな動きからスタートして、であとはまあ町内の導入事例を文化祭形式でまあやっていて、機運を高めていこうみたいな、そういう動きをやってましたというような話を聞かせてもらいました。で、あの成果もいろいろ出てるということで、あの RPA の事例とか、あるいは保育園の入園判定、これを AI でやるとかっていうようなあのところですね、話を聞かせてもらって、それの結果、残業減ったりとかっていうのをしてるよというようなことを教えてもらいましたね。で、一方で、あの残りの2つのところ、そのこれからどんなことをやろうかみたいな話も聞かせてもらって、その場所場所によってやっぱりこう持ってる課題が違ってたりとか、市長変わったところなので、これから話が降りてくると思うというような上からの話もあれば、あの高齢化率が高くなってきてるので、そこの課題感感じて、これからどういう手の打ち方していこうか、まずは若い人向けに何かやった方がいいのかなとかいうようなことをあのいろいろ思っているというような、そんな話を聞かせてもらいました。で、もう今日のこの回 の, あ の, ここあの2時間ぐらいでいろんなところから話を聞かせてもらいましたけど、そこの学びもあったというところで、あの広報って大事だよねとか、そういうようなところの気づきとかも今日持って帰ってもらってるというようなところで話を聞かせてもらってました。はい、以上になります。はい、ありがとうございました。じゃあこちらのセッションは終了ですかね。はい、はい、そうですね。はい、なんかさまざまなですね、いろんな部屋で議論がなされてたようで、後ほど機会があったらですね、僕も、確認させていただけたらなと思います。本当に皆さんありがとうございました。それではですね、自治体アプリマーケット DSS デジタルサービススクエアについての説明をですね、インフォラウンジさんの、小林さんに、お願いしたいなと思います。小林さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、皆さん今日はお疲れ様です。ですね、改めて先ほどグループファシリもさせていただきましたが、DSS デジタルサービススクエアというサービスを運営しているインフォラウンジ株式会社の小林と申します。で、普段はですね、ウェブシステムの、設計開発運用とか、またデータの整備、データ活用のコンサルティング通じてですね、行政機関の DX 推進のお手伝いをさせていただいているというようなお仕事なんですけれども、今日はですね、今回のイベント、ちょっと協力 DSS デジタルサービススケアとして協力させていただいておりまして、その紹介を少しだけさせていただきます。デジタルサービススケア、略して DSS なんですが、自治体の DX に役立つ情報交換をするためのウェブサイトにしようということで、2年前ですね、経済産業省の実証事業としてスタートしましたけれども、今はですね、当社インフォラウンジ株式会社が運営しております。で、主な機能が2つありまして、1つはですね、DX 関連のアプリやクラウドサービスのカタログ機能と、今僕あれですね、画面つないで喋ってますけど、画面共有しましょうね。はい。ですね。で、そうですね、アプリマーケットっていうコンセプトで、で、60数件なんですけど、民間企業の方、サービス提供している企業さんからですね、情報提供いただいて、それをカタログ化しております。今、画面出てますけど、今、60件ぐらい登録してまして、で、これはぜひ民間企業の方にもし今日いらしたらですね、どんどんご紹介いただきたいなというふうに思っておりますが、いろんなキーワードとかですね、カテゴリーで検索したりしていただいてですね、気に入ったサービスというか、ニーズに応じたサービスを見つけていただきたいなと思うんですけど、似たサービス比較したりとかですね、まだちょっと書き込み少ないんですけど、実際にサービス使用している自治体ユーザーさんもいらっしゃるので、その方がですね、レビューを書いていただいているケースもありますので、そういうのを参考にしていただいたりとか。で、これまでですね、複数の自治体さんで同じような機能を持つアプリとか、住民向けのサービスっていうのを調達するケースもあったと思うんですね。で、独自に調達されているケースもあったと思うんですけど、いろいろ規制サービスが、あると思いますんで、そういうのを積極的に活用した方がですね、全体として効率化が図れると思いますし、また先ほどちょっと言いましたけど、そのサービスデザインの観点でもやっぱり民間さんがですね、長年開発してきている製品があるんであれば、そういうものの方が優れているケースもあると思いますんで、そういうのをぜひぜひですね、活用していきたい、いただきたいななんていうふうに思っております。で、一応ですね、画面上からですね、そうですね、画面から例えば
まあ、こういう感じで見積もり依頼とか資料請求とかいうできるになってますんで、あの興味があるやつ見つけたらですね、ポチッとやっていただくというような流れですね。で、2つ目がですね、DX 知恵袋っていう機能がありまして、でこちら今日あのイベントと連携して使おうということになっております。で今ですね、今日の登壇者の方の資料をですね、その DX 知恵袋にですね、1個ずつ登録させていただいておりますんで、で何かそこでですね、今日話し足りなかったようなこと、聞いてみたかったことなんかがあれば、ぜひこの中にですね、掲示板機能みたいなものがありますんで、それ使って質問をしていただいて、みんなでちょっと議論していこうじゃないかというふうに考えております。でただですね、この、DX 知恵袋の機能は自治体さん専用になってまして、ちょっと申し訳ないんですけど、民間企業の方は基本的に入っていただけないという件になってます。逆に言えばですね、見てるのは基本的には自治体さんなので、あんまりその普段の外で言えないようなことなんかもひょっとしたらこの中だったら言っていただけるのかもしれないというふうに思ってるところです。はい。で、ぜひですね、そんな形で、DSS ご利用いただきたいんですけど、サイトからですね、ユーザー登録していただくことで使えるようになるんですけど、ちょっと1点ですね、ご注意いただきたいのがですね、今自治体さんの自治体の方はですね、その自治体ユーザーとして登録いただくんですけど、今ですね、我々の方メールアドレス一応識別してるんですが、その自治体かどうかってことですね、自治体の職員さんかどうかってことですね。でただそのですね、ホワイトリストの整備が追いついてなくてですね、うまく登録できないケースがあるかもしれないんですね。でまあ、ちょっとお手数なんですけど、それの場合はですね、遠慮なくお問い合わせいただけたらなというふうに思っております。はい、ということで、以上簡単ですけど、DSS の紹介ということでした。ありがとうございます。ありがとうございます。では、最後も締めの挨拶、閉会の挨拶に参りましょうか。じゃあ、クロージングということで、クロージングの前にもう少し諸連絡をお付き合いいただければなと思います。ですね、我々運営の、壁紙のこの辺こっちかなに、なんか砂バーってなんかよくわかんないこと書いてるんですけども、これ何かと言いますとですね、行政組織で使いやすいツール、キントーンであったり QGIS であったり、パワービーアイであったり、そういったものを紹介している、不適でやってる行政職員向け ICT 体験型セミナー、なぜか通称スナバーっていうんですけども、そういうのがありますので、こちらですね、民間企業の方もアーカイブご覧になられますので、ぜひ、ご覧になっていただければなと思います。で、不定期って言ってるんで、いつやるのか分かんないっていうのはあると思うんですけども、この右側の、Facebook グループ、こちら行政職員と、あとぜひですね、民間企業の方もですね、シビックテック関係者ですっていうふうに言っていただいて、実際に行動していただければですね、入れますので、ぜひですね、いや、私、シビックテック関係者ですって言っていただいて、なんだったらもうそのまま、コードフォーペケペケっていうブリゲード入っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひよろしくお願いします。でですね、あと、7月下旬をめどにですね、第2回の、このイベントを開催したいなと思ってるんですけども、なかなかですね、今回我々至らない点っていうのが多々あったかなというふうに、例えばその Zoom で参加したかったけどすぐ売り切れちゃったみたいなところとか、いろいろあるかなと思いますので、ぜひですね、次回イベント開催に向けてそのアンケート、特にここが良かったとか、次回に向けてこういうことを考えたらどうみたいな、そういうフィードバックがですね、我々 の活力になりますので、ぜひご協力いただければ幸いです。でですね、最後に一言ということでですね、本日はですね、ご多忙の中3時間ですかね、にわたり、ご参加、ご視聴いただき誠にありがとうございました。ですね、私自身もですね、最初はもう少しなんかこじんまりとしたなんかミートアップみたいな感じが良かったんだけどなっていうそういう思いがあったんですけどもですね、フィクサーというかですね、Code for Japan の東さんですね、どうせやるならインパクト考えてやりなよっていうふうに諭されて、総務省の方にご登壇いただいたり、ちょっと大きい話になっちゃったみたいなところがあるっていう、それではあるんですけども、非常に私自身が勉強になるイベントだったかなというふうに思います。でですね、本日ご登壇いただいた合同様、星野様、大川様、宇佐美様、山内様、及川様、吉田様、そしてですね、関係者の皆様に今一度感謝の言葉を述べさせていただきたいと思います。ありがとうございました。出ます。そうですね、で本日ですね、皆様のお話をお聞かせいただいて、改めてですね、地方自治体の DX
っていうものにはですね、やっぱり実践者の知見っていうものをですね、顔の見える関係性を作ってですね、全国に共有していってですね、お互いに支え合って、まあ、大きい町も小さい町もそれぞれ支え合って進めていくことが必要だなっていうのを再認識しました。もちろんですね、どなたかおっしゃってたかと思うんですけども、まあ、事例として、まあ、資料にまとめるっていうところももちろん重要だと思いますけども、やっぱりですね、それぞれの地域とか背景、なんでしょう、地域ごとにやっぱり事情が違うっていうところがあると思いますので、まあ、いかにしてその自分の町の環境に生かしていくのかっていうのを、まあ、それをですね、Code4 の、まあ、ビジョンといいますか、共に考え共に作る場っていうものが必要なのかなっていうふうに今回思いました。でですね、Code4 Japan だけでその場作りが十分にできるとも思ってませんので、全国のですね、Code4 ペケペケっていう、まあ、ブリゲードに加えてですね、その行政 DX 支えておられている、まあ、様々な民間企業であるとか団体様と一緒に協力しながらですね、まあ、こういった場作りに貢献していけたらなと思いますので、よろしくお願いしますと。でそこでですね、まあ、今回の DSS であるとかこの場の議論っていうものが自治体 DX 手順書に何らか反映できたらなと思ってますので、今後とも調整、続けていきたいと思います。それではですね、最後に改めて長時間にわたり、ご視聴いただきありがとうございました。それでは、これで地方自治体 DX 実践者の集いを閉会させていただきます。ありがとうございます。さようなら。最後に顔出せる方でビデオオンにして、記念撮影代わりにして終わり、はい、あ、いいですね、ということでいかがでしょうか。そういうアドリブいいですね、はい、いいですね、ありがとうございます。なんかスライドの方でもですね、本音ベースのお話も伺いましてよかったです、ありがとうございますという素晴らしい、コメントもいただきまして、ね、ありがたいです。ありがとうございます、本当にありがたいです。ありがとうございます、はい、これ誰が写真撮るんですか、うん、なおちゃん、はい、あ、まさにね、皆さんの、あ、なんかギャラリービューいい、おー、すごいたくさんの方が、ああ、そうですね、本当にたくさんありがとうございます方がいらっしゃいます、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとスクショで撮らせていただきます。じゃあ皆さんにっこりでいきましょう。はい、チーズです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。